はい、ワード2、ゴルゴさんいらっしゃい。楽しんでってください。どうも。ワード2でーす。ワード2でーす。あー、姉ちゃんいらっしゃい。久しぶりじゃない？なんか全然遊びに来なかったよね。どうなの最近。最近全然来ないよね、姉ちゃん。はい、ワード2、ドラちゃんいらっしゃい。楽しんでんの？なんか最近古いニコ生時代のリスナー減ったよな。ハッチワード2、ボーリング見てた？ありがとう。まあ、ボーリングの後大変だったけどね、鮫島さん車に轢かれて。アクティブ1000超えたかんね。玉渋さんいらっしゃい。どうも。あれは大変だった、マジで。え、見てないの？見てないんだ。こんばんは。おお、姉ちゃん花火ありがとう。姉ちゃん、今日一発目の花火ありがとう。いいね。よいしょ。バーガープレゼントありがとう。よいしょ。いきます。2、3、4、5、6回ありがとうございます。見てないです。引かれた。 YouTube がなんかで見てみます。うん、 YouTube で俺のチャンネル見てみて。姉ちゃん花火ありがとう。鮫島さん事故ったよ。怪我はないけど大揉め。大揉めですよ。お疲れい。ナタリーいらっしゃい。あれ、メガネどこやったっけ俺。メガネベッドの方か。コメントが見づれえな。アクティブ33か。ちょ、メガネ取ってくるわ。風船10個ありがとう。よりにもよってああいう方を引く方も運悪いです。本当に思った。気合い入れんかい。はい、風船10個ありがとう。バーガープレゼントありがとう。バーガーありがとう。あ、そうそう、報告です。目標金額までまだ行ってないんですけど、15万今月稼ぎました。のんて今フロック。あ、フロ行ってる。ありがとうございます。残り5日で10万はちょっと厳しいかな。うん、来年の旅資金ね、貯めていかないと。高谷いらっしゃい。楽しんでて。ニコ生の方にまで電車バト飛んでましたよ。サメ島志望。ウケるな。気合い入れんかいって言っただけでブロッカー。全然ブロック入れないよ、俺。うん。どうしたの？普通に楽しみなよ。荒らしたらブロックするけど。別に、気合い入れんかいでブロック入れないよ。うざかったら速攻ブロック入れます。トークの邪魔しない限りは別にブロック入れないっすよ。うん、ニコ生までふわっちの伝書バト飛ぶっていうのはなかなかだよね。あ、神社クッキーありがとう。サンキュー。クリスマスアイテムの残りか。なんか新しいのまたアイテム出すらしいよね。なんだっけ、福袋を出すって書いてあったな。新しいアイテム福袋らしいよ。50名さんいらっしゃい。楽しんでてください。前は昼間段ボールちぎれたけど生生活からガラッと。それがね、太って、やっぱね、稼ぐと太るね。食費がもうやばい。ポンポンポン。前500円で生活してたのが
一日何千円って使っちゃうもんね。うん、食費に消えてる。すごい。ダメだわ。たまんねえ性格だわ。金が。食費がやばい。でも、旅配信、結局さ、のんたんと一緒に、彼女と一緒に生活するのやめて、この部屋維持することになったから、結構やっぱカツカツになると思う。うん、稼がないと。移動代とか飯代とか宿代とか稼いでいかないといけないから。電源も確保していかないといけない。大変よ、結構。あるワード打つとブロックするよね。それはまあ、別にそれぞれあんじゃないの？うん。ね、邪魔だなって判断するワードを打ったら別にブロックはするよ。のんたん太ったよ最近。うん、腹パンパンね今、うん、俺と一緒の食事してるから結構太ってきた。腹出てきたよ。まあ昔がガリガリすぎたんだよ。ルミさんこんばんは。ふわっち人増えてきたね、配信者ね。いい感じだね。ふわっち人増えてきて、稼げる配信者が増えてきたのは嬉しいよね。配信が仕事になる、その一般的な職業になるっていうのは俺すげえ嬉しいことだと思ってるから、ありだと思ってる。稼いだ金はケチらなくても大切に使っていく心を持てば大丈夫ですよ。あ、そうだね。うん、大事に、やっぱ感謝してるよ。うん。ね、みんなのおかげだから。おい、カエルさん、プレゼントありがとう。古代さんはどつ。でもさ、あの、ニコ生とかみたいにさ、ニコ生とかぶっちゃけさ、あの、広告費かけてもさ、配信者の生活応援することにはならなかったじゃん。だけど、半分入るっていうのはいい仕組みだよ、やっぱり。みんなもさ、好きな生主にはさ、広告代わりにアイテム。アイテムってこれ広告だから、簡単に言ったらニコ生で言うところの。で、広告バンバン売って、で、配信者も生活がそれで潤うと。これウィンウィンじゃん。ウィンウィンウィンだよね。全員楽しめるから。いい仕組みだと思ってるけどな、俺は。結構好きだよ。この仕組みがバランスがいいと思ってる。思ったのはメニュー画面とかふわっちの方が断然見やすい。あ、ふわっちいいサイトだよ。普通に。うん。いいよ。ニコ生より全然いいよ。うん。ツイキャスより劣ってる部分は多少あるけど、ふわっちは見やすいし画質もいいんだよ。うん、使っていくとわかるよね。気づかないだけで。しかもこのサイトまだ立ち上げてから1年なんだよ。1年でね、ここまでいってるのはすごいと思うよ、正直。ね。だってふわっち、ニコ生なんかもう何年やってる？ニコ動から考えたらもう9年ぐらいでしょ？で、ツイキャスは7年でしょ？うん、1年目のサイトにしては頑張ってる。リュウカいらっしゃい。リュウカいらっしゃい。シンプルでいいよね、うん。スマホ税も結構多いし、パソコン税もバランスがいいね。だから FC2 に似てるのかなと思うけど。でも、FC2 より、その、サイトのシンプルさ、ツイキャスみたいの作りで。今すごいいい、多分一番いいサイトはここだっていう風に断言できるね、俺は。すごく好きだね。でも本当に、これから黄金時代来ると思うよ。配信者の。配信者がガンガン稼げてくる黄金時代が来ると思う。だって俺でさ、15万稼げんだもん。要はもうバイトしなくても食っていけるわけじゃん。仕事になるわけじゃん。暑いぜこれは。タコさんハートありがとう。うん、こんばんは。暑いよね。ニコ生やってたさ、3年前なんかさ、辛かったもんね。やっぱね、仕事にするっつっても小じきって言われるだけだったもん。そう、物乞い扱いだよ。仕事になんなかったんだもん。今相当いい時代だよ。ニコ生にアイテム昨日備わったらいいのにと思ってる人もいますかね。アイテム機能はだから広告なんだよ。うん、広告なの。広告費を半分払ってるっていう感じ。
だからニコ生にあったらいいっていうのは、だからチャンネルがその機能なんだけど、月額会員で半分そのだけど、月額会員になるには会社を持ってたりとか運営が選んだ人しかなれませんっていうスタイルだから、ニコ生あくまで。うん、頑張るよ。ヒロ兄貴から、あ、ニラ姫いらっしゃい。ヒロ兄貴ね、復活してんだね。うん。なんか、ワド絶対来年は超えるからって言って。普通にヒロ兄貴実力あるから、普通に上の方上がってくると思うよ。そう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 。要は審査があるんだよ、ニコ生。メモレイも来てるし、ほとんど来てるね。竹本、アイラでしょ？竹本でしょ？まあ、ウーナちゃん引退したけど、ウーナ。あと誰いる？金映え、サメ島、ワード、ヒロ兄貴とか、タラオマンとかもいるね。結構いろんなの来てるよ。バカプレゼントありがとう。続々来てる。まあ、そういう時代なんだろうね、多分。あ、ノエルもか。うん。ふわっち、これから爆発的に伸びると思うよ、ぶっちゃけ。なんか昔までは、なんか物乞いするサイトでしょみたいなイメージついてたけど、要はなんか金金してるところでしょって言ってたけど、普通に見る人増えてると思う。バカプレゼントありがとう。バカありがとう。バカラッシュありがとう。うん。あ、ぶっちゃけ、こんなに稼げると思ってなかったからびっくりしてるよね。閲覧も多いし。俺からしたらね、すごいいいサイトだね。長く続く、やめなくてよかったよ、本当に。物乞い見たくなる人もいると思う。どうなんだろうな。そうなんだよね。だから、ハングリー精神みたいなのはないよね。初見さんいらっしゃい、シロさん。ぶっちゃけた話、稼げるなっていうか、これから増えてくだろうなっていう収入がっていう実感しか今ない。本当に。まあ3年間ずっと貧乏で、稼ぐ稼ぐとは言ってたけど、稼げるビジョンっていうか手応えみたいなのがなかったんだよ、本当に。本当にやってけんのかっていう不安との戦いだったんだけど、今不思議なもんで、あ、やってけるなって感じするよ。ちょっと、あの、なんつうの、おごってるわけじゃなくて、それは。アイテム募集とかだけ書いてずっと放置してる人とかいる。それはまあ、まあ、どうなんだろうね。それは投げたくならないけどな、俺だったら。俺は、やっぱり、頑張ってる人に投げたいっていうか、好きな人に投げたいと思うね。汚い部屋とか、ハゲてるとか、無職とか、ふわっち少ないですか。いやー、いっぱいいるでしょ。うん。だけど、そういう、なんつうの、もの、そういうのを見るんだったらニコ生っていう風になってるよね。なんか、キチガイっぽい人とか、なんか、変な人を見るっていうか、だん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 、その、本当に気の合う人を探すツールになってると思う。だからインターネットのサーバーに友達を置く感覚になってるんじゃん。会いたい友達にいつでも会えるみたいな。テレビ電話みたいな、そういう機能になってるんだと思うよ、今。で、ぶっちゃけた話、ね、ハゲとかね、なんかずっと暴言吐いてる人とか、友達になりたくないでしょ。うん。で、あと不思議なんだけど、そういうのを求めてないね、ふわっちのリスナーは。うん。なんか普通に、なんかこう、喋りたいっていう感覚が強いんだと思う、みんな。普通に和道とお話したいみたいな。そういう感じだと思うよ。俺はやらんけどねっていうのアイテム、まあまあいいんじゃないの、それは。でも俺は頑張ってる人とか、まあ好きになったら、まあアイテム、まあ多少くれよとは言ってる。月稼いでる100分の1ぐらいは投げてって言ってるね。稲子はふわっちいなくねえか。稲子ふわっちやってんの知らないな、聞いてないな、それわかんないわ。すごいね、稲子もやってるんだ。今日ツマニアが配信者でプロ配信者が生ポン受けるな的なことを言ってたよ。ああ、じゃあ俺のことかな。まあ生ポン受けるなっつうか、生ポがプロになったって感じかな、時系列的に言ったら。来年抜けるけどね。いたんだ。へえ。
神様もついにふわっちに目をつけたんだ。すごいね。最近来たんだ。でもふわっち向き不向きがあるから、年齢層が高いんだよ結構、リスナーさんの。だから喋れる人じゃないと難しいと思うよ。田舎面白いでしょ。うわぁ、そうっすね。あ、でもお酒は来るので、お酒を取ってきます。KZ っつって、あれやばいよ。神様だからね。鮫島さん事故後どうなったんですか。いや、普通に帰ったね。配信してた通り。喧嘩取ってたんで、俺もともと喧嘩取ってたんじゃないもん。かかってきてな。喧嘩売られてたの。おい、ナボコフいらっしゃい。風船ありがとう。風船ありがとう。お、千秋さんもありがとう、風船。ありがとね。サンキュー。YouTube 通りで感動した。YouTube 通り？ちょっとよくわかんないけど。ナボコフ、ありがとう、風船。バーガーもありがとう。あ、でもね、なんか、そう、なんかアイテム投げる人は女の人が多いよねって言ってた。なんだろうね。なんか、アイテム投げる人は女の人が結構多いらしいよ。佐川の実態はびっくり。佐川の実態って何？何の話？佐川の実態って。佐川って誰？何の話だろう。酒飲むと投げたくなる。投げろ投げろ、飲め飲め、俺をつまみに。まあ配信でも見なさいよ。佐川急便、何佐川急便の実態って。知らないんだけど、なんかニュース、俺テレビもニュースも見ないから、くだらないから。ニュースやめたんだよ俺、3年ぐらい、4年ぐらい前かな。もうニュースやめようって思って。質問どうぞ。電車クッキーありがとう。和道さんに投げがいがある、損した気持ちになら。あー、いるよね、なんかたまにね、アイテムやったのバカバカしいみたいな。俺はだからそのくれくれって言わないから、自分からアイテムくれって言ったこと一回もないね。面白かったらアイテム投げてもらえるっていう。だから、なんつうの、普通の商売って商品を渡してお金をもらうのが普通だと思ってるから、接客業でもそうだと思ってんの。先払いはやっぱダメじゃん。だから俺が面白かった分に対してお金を投げてもらうっていうのが普通だと思ってるから、だからクレームが少ないんじゃないの。先にくれって言ったらそれ分の仕事をしないといけないからプレッシャーになるじゃん。俺は嫌なの、そのプレッシャー。くれとは言わないけど、配信を仕事をしてやってるから投げがいがある。そうだね。責任もあるし、それは受け入れてるよ。いや、プレッシャーもあるよ、その代わり。プレッシャーもあるよ。自分で仕事だっていう風に考えたら。いいコンディションでやらないとと思ってるから。体調作りとか、トークの内容とか磨きをかけてるつもりだけどね、プロとして。その人柄とかもそうだし、疲れてなんぼだからね。今後 LINE ライブが主流になると思う。あー、配信的にか。 LINE ライブは、まあ、関明夫があの都市伝説の前日に LINE ライブやって10万人集めたんだけど、俺は前から LINE がライブは始まった時から言ってたんだけど、まあ、間違いなくテレビに近いツールになると思ってるね。で、どちらかっていうと俺の見解はこうで、まずテレビとインターネットテレビっていうのが、間違いなくインターネットテレビが主流になると思ってるの。主流になるんだけど、あのリスナーの全体の数ね、要は視聴率みたいなので100万人見てましたとかが、全部テレビよりも強い媒体がインターネットテレビになると思ってるの。ネット時代になると思ってるので、これはもうすぐ来るんですよ。もうここ5年ぐらいで絶対来るの。だから配信者の黄金時代が来るって言ってるんだけど、で、今度は別の話で、まず、今までのテレビ局っていうのが、古代さん花火ありがとう。古代さん花火ありがとうございます。ちょっと話の続きは、花火の後で。花火ありがとう。
いきます。1回、2回、腕ねすごい筋肉痛だよ。3回、4回、5回、6回。ありがとうございます。古代さんから花火いただきました。ありがとう。で、今までのテレビ局って言われてたのが、その運営会社になると思ってんの。まあなんだ、フジテレビとかテレビ朝日とかさ、わかる。で、今度制作会社っていうのが見えないところにあったんだよ。番組表それぞれに子会社が、その制作会社って呼ばれてるのが番組一個一個を作ってたわけだ。それが配信とか LINE ライブとか、要はテレビ局でやる必要がなくなったのよ。局を自分で選ぶ時代になったの、無料で。だから参入障壁が減ったから、配信者の数も爆発的に増えんのよ。だからなんて言うんだろうな、どこが勝つっていうのは分かんない。ニコ生がまた吹き返すとか、キャスが吹き返すとかあると思うんだけど、それはどの制作会社を抱えてるかによるんだよ。おい、いらっしゃい、レイさん。うん、筋トレね、もうスクワットじゃ効かなくなってきたから、腕の方がきついから腕にしてる。うん。バカプレゼントありがとう。大手配信者がなかなか LINE 南部による配信をしないのはなぜ？今まで LINE にストックがないから。だから今更になって、その LINE 登録してねっていう人増えたでしょ。要は通知がいかない限りさ、要は今までと同じパフォーマンスをしたいんだよ。例えば石川の隆起だったら、ツイキャスとかニコ生だったら10万人のフォロワーがいるわけよ。簡単に言うと、枠開いた瞬間10万人に告知が行くようになってるの。だから大手でいられるわけじゃん。だけど石川の隆起がただの一人間になっちゃうのよ。ゼロからやらないといけない。要はそれって不利じゃん。本当の配信者としての実力で勝負しないといけなくなるんだよ。それってやっぱ不利なのね。やっぱりその過去の歴史みたいなの積み重ねがあるから今があるっていうのを彼らはよく理解してるから、だから勝負したくないんだと思うよ。あと LINE ライブっていうのは、 LINE 登録してる人に告知が行くようになってるっていう仕組みじゃん。だから他の番組だとニコ生とかバーって人が集まってると、他からリスナーがザッピングで移動するっていうのがあるんだけど、 LINE っていうのがアプリっていう形態だから、自分のファンのところは見に行くんだけど、他のところに行かないっていう特性があるのよ。アプリを閉じちゃうから。サイトだとランキングとか一覧とかあるでしょ。そういうのがまだ整ってないんだと思うよ。他からリスナーを引っ張れないっていう。で、大手の人っていうのは取られる一方だから、他の配信者に嫌じゃん。だったら自分が稼げる場所っていうか、人が集まる場所でやるっていうのが、まあセオリーだよね、主戦場を持ってるかどうか。だから俺がニコ生やらない理由と一緒だと思うよ、やっぱね、人が集まるところでやった方がいいんだよ。配信は楽しいじゃん。 YouTube 見てきた、ありがとう。今後の LINE ライブの改善点は、俺ね、最初の1ヶ月ぐらい、リリースから1週間ぐらいでやったけど、それでもアクティブ100ぐらい集まったけど、なんだったっけな、やりづらいと思ったね。やっぱ、俺ら子さんの配信者は、パソコンでの配信がメインなんだよ。音質であったりとか、やっぱ蓄積してるノウハウがあるじゃん。その画質の綺麗さであったりとか。だから、なんだろうな、あんまり良くなかったっていう感じがしたな。うん、ナボコフありがとうね、またね。まあでも LINE ライブ改善点というか、配信者に向けてやってないね。要は俺らみたいなものをやるんじゃなくて、制作会社に落としてんのよ。例えば言うとするなら、俺テレビこの前出演っていうか、撮影してきたんだけど、そこの制作会社に打ち合わせに行った時に、LINE ライブの番組を持ってたのよ。つまり LINE ライブがやる、ライバルはテレビ局なんだよ、あくまで。俺らみたいな配信者がさ、10万人持ってますって言うと、タレント使ったら10万人なんか一発じゃん。ちゃんとコンテンツ持ってる人たちとか、お金稼げる人たちを狙ってるから。だから、あれはだから、あ！ジーパンが破けた！最悪！うわぁ、ジーパン破けた、穴開いたわ。マジかよ。これ1個しか持ってねえのに。ビリッと破けた、ここ。破けてた。
股のところが破けてるよ。うわー、最悪だわ。まだ履いて1年だけどずっとこれ着てたのに。太ったからだね。ジーパンが穴開いた。モンタンに縫ってもらおうかな。最悪。いや、今気づいた。穴開くな、穴開くなって今日も思ってたの。ここ数ヶ月前からビリってこんくらいの穴開いた。あー、最悪だわ。縫おう。縫うっていうか、刺繍？なんかこう。穴開いたと聞いて、この間、この間お世話になりました。トモツさんいらっしゃい。全然普通に何でも聞いていいよ。俺の見解しか話せないけど。おやすみ、ゴルゴ。筋トレの成果っていう、まあそうだね。あと俺がこのジーパン気に入ってずっと履いてたの、ユニクロのジーパンを。だヘビーに着て、もう1ヶ月に1回洗濯はするんだけど、ずっと着てるから。だからまあしょうがないよな。消耗品だもんな。でもショックだわ、このジーパンすげえ気に入ってたんだよ。サイズ感とか、その素材感とかが。ユニクロのジーパン結構いいんだよね。いや、へこむな。前の黒のジーパンもユニクロだったんだけど、ユニクロって実はデザイン毎年変えてんの知ってる？こういう無地の T シャツとかジーパンとかも。ユニクロってそういう生産方式取ってて、実は全く同じに見えるパーカーとか無地のものも微妙に変えてくるんですよ。だから本当に気に入ったアイテムあったらその時に買い占めないといけないの。修理する修理する。もう金ないもん。こんなジーパンとか買ってたらさ、お金なくなっちゃうから。旅配信にお金回すから、糸買ってきて刺繍で縫うわ。残念だな。ビリッと思いっきりいってるよ。結構、うわー、やばいこれ。モンタンに相談しよう、後で。ユニクロ、そうなんだよね。そうなんだよ。だから、俺もあの服買おうと思って、なんかパンツとか見てもカラーとか変わっちゃうんだよね。旅来年からだね。来年から。まあ、一個夢が叶ったよ。一生のうちに叶えたい夢が2個か。配信で食っていきたいっていう夢も叶ったし、あとは旅ができるっていう、最高の人生だよな、本当に。本当最高の人生だと思うわ。いや、恵まれてるよ、俺は。よかったわ。いい人生ですよ。頑張んないとね。期待に応えていかないと。期待に。北海道の滞在が結構長くなるかな。北海道が。努力なのかな。俺は努力って言葉があんま好きじゃないんだよ、正直言うと。なんか努力なんて当たり前だと思ってて、努力って言葉好きじゃないな。当たり前なんだよね。ただ行動、気持ちがあって行動があって時間をかけたら確実に叶うものだから。いや、日本全国来年から旅するんですよ。で、まあ北海道の滞在ちょっと長くしようかなと思ってて、北海道のリスナーが多いからさ、もともとこんな感じ。北海道行きますよ。あと四国は長くなるかな。四国好きだから。食べ物うまいしね、いいところですよ。人がいいし。風船ありがとう、ハッチ。なんかあそこにいる人が好きなんだよね、北海道に住んでる人間が。旅はいいね。ロマンがあるよね。なんか俺は地球を庭にしたいと思ってるんだよ。地球そのものを自分のテリトリーにしたいと思ってて、愛着を持ちたいと思ってて。わかんないね。だからそれも知りたいっていうか、それも含めて知りたいと思ってんだよね。
だに日本っていう規模を知りたいっていうか、日本が本当に存在するのかを確かめる旅だから、北海道って本当にあるのって、うん、沖縄ってあるの、四国ってあるのって、本当に存在するのか見に行くんだよ、うん、で自分の足で体感したものっていうのは全部真実だから、リアリティが増すから、だから日本をまず俺のテリトリーにするっていうか、俺の空間にするっていうのが目的かな、まずは。で今度世界にそれぞれ行って愛着を持つっていうか、そう、あ、地球に俺は生きてるんだっていう、うん、そう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 、やっぱ行ったところとかじゃないとリアリティが湧かないから実感がないんだよ。だから俺宇宙はないんじゃないかなと思ってるから、宇宙って本当にあるのってないでしょみたいな、思い込みでしょとか嘘でしょみたいな、信じられるっつうかさ、なんかその福島の震災があったって言っても、福島にいないとやっぱ悲しみが来ないし、あそこがなくなったとか、あそこに住んでる人が亡くなったっていう実感がやっぱり薄いじゃん。それをやっぱ濃くしていくのが人生だと思ってるから、うん、そこに誰が住んでるとか、そこにどんな人がいるとか、そういう感覚を大事にしたいね。おい、昨日お疲れ。あ、ワンワンだ。海外行くとかなりですか。海外はどこ行ったかな。タイとサイパンと、まあアメリカで3週間ぐらいそのホームステイの留学してたんだけど、アメリカでの経験がやっぱ一番世界観変わったな。ワンワンどこ行ったことあんの。あ、そこら辺かな。うん。昨日お疲れね。CD ありがとうね。すげえ嬉しかったよ。ワード冷静になって言ってくれて。覚えてっかんね。海外に出たことないから、ほんまに海外あるのか実感がない。そう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 、そういう感じ。だから宇宙から地球見ないとさ、やっぱわかんねえから、宇宙とか言われてもね。うん。でさ、俺とリスナーはほら仲間みたいなもんだから、俺がさ、あるって言ったらさ、うん。ね、ああ、そうなんだ。和道が言うならあるっぽいな、みたいな感じがあるじゃん。だって俺、安倍総理とか、本当にいるのっていう感覚だもんね。安倍総理っていないでしょみたいな。うん、ね、日銀総裁とか言われてもよくわかんないもんね。会ったことないさ。親近感ないもんね。韓国しか行ったことない。あー、韓国行ったことねえな。なんかでも、女の子はやっぱ韓国面白いらしいよね。その、メイクとかが安いとか、なんかコスメが安いらしいんだよ。だし、その、なんだろう。安くて、そのなんか、なんつうの。手軽に買えるっていうのと、あと、まあ、飯も安いとか言うよね。うん。あ、昨日お疲れです、贅沢人。お疲れっす、お疲れっす。大変だったね。リスナーも実はボットかもしれん。あ、それは、やっぱ思うよ。うん。それはあるよ。あ、でも運営は実際それやってるから、ニコ生とか、あと大手配信者。うなちゃんマンとか桃襟とかボットだから、あれ。うん。閲覧1000人とか稼いで、それで人集めてるだけなのよ。だから実際やってる人はいるからね。俺はそういうのやったことないけど。うん。プログラムだから、いくらでもごまかしが効くわけじゃん。IP 偽装して複数でバーってアクセスすればいいだけだから。あと、わらわらボタン作っておいて、笑いが起きた時に、わらわらわらって打ったら。だからあれだよね、テレビに近くて、テレビってさ、その会場でお客さんの笑い声入れるんだけど、あんまり笑い取りたい時に笑いが少なかった時、テレビって笑いを付け足すんだよ。それに近い感覚じゃないかな。こちらからしたら配信者も存在してるかわからない。だからまあ、リアトツできるっていうのが面白いんじゃないの。配信者は。うん。あとまあ、右手上げてっつって右手上げられるんだ。うん、そういうなんか実感がやっぱ起きやすいんだろうね。オブレイクとか不気味な感じで急に閲覧入る。オブレイクがわかんないね。うん。あ、オープンレックか。オープンレックか。うん。いや、だから閲覧増やそうと思ったら別にプログラム全然増やせるよ。ただ俺はそこに意味はないと思ってるから。やっぱ俺は仲間が欲しいし、俺は人とのぬくもりが欲しくて配信やってんのよ。
ワドちゃん、昨日は頼りになってた。変な言い方でごめん。海配信待ってたから。ごめんね。いや、海目の前だったから、ほんと楽しみにしてたんだけど。まあまあ、あれはあれで、すごい面白くなったんじゃないの。アクシデントはね、うん。いいこととは思わないけど、やっぱアクシデントはね、大好物だもんね、みんな。アクシデント大好きだもんね。ただびっくりしたのが、やっぱり、あれ、閲覧、同時閲覧1000人、合計閲覧4300で、金林さん超えてたらしいの。なんか、噂によると。だけど、あの、フォロワー3人しか増えてないっていうのは爆笑だよね、本当に。え?と思ったもん。4600人見て3人しかフォロワー獲得してないのと思って。うん。だからね、結局ね、閲覧に頼っても意味ないんだよ。閲覧増やそうと思ったら、要はアクシデント起こせばいいだけじゃん。だからファンにはなってもらえないんだよ、やっぱり。うん。あれは仕方ないよ。うん。残念なのは、便所の溺れるシーンが見れなかった。便所さんはまあ助かったって感じだろうね。3人だよ、リアルだろう。うん、閲覧欲しい配信者は車にダイブする時代になるかもね。いや、ダイブしないと思うよ。結局ね、だんだんあの配信者も賢くなってきて、学習してきて、要は、その、金稼げる時代になってきたから、結局お客様なんだっていうことに気づいたんだよ。要は、あの、閲覧って野次馬みたいなもんだから、ファン作んないとダメなんだよ。和道が好きって言われないダメなんだよ。結局そういうことだと思うよ。俺は。だから俺は閲覧あんま最近こだわってないね。塩炭さん、新しいフォロー。新しいフォロワーさん紹介します。塩炭さん、ありがとう。うん。3人ってそれだけ見てれば2桁は欲しいやつは。いや、でも全然。まあ、まあ、俺は予想通りだなとは思ったよ。俺は予想通りだった。ただ予想通りすぎて笑ったね。一時の盛り上がりってだけってことですか?いや、そうじゃなくて、俺のファンだったら、俺を見に来てくれんの。だから俺が何やっても面白いのよ。俺のことが好きだから。これがファン心理ってやつ。だけど、アクシデントが起こってる時っていうのは、俺を見たいわけじゃなくて、アクシデントを見たいの。アクシデントのファンなのよ。だから、なんて言うんだろう。そう、和道にコミットしてないから、どうでもいいって言ったらいいのかな。そこで起こる現象が見たいだけなんだよね。うん。初見さんいらっしゃい。初見なのにフォローしてくれてありがとう。うん。いや、俺は全然そうだなとは思ってたよ。最近その辺は鋭く分析。まあ、キャリアがあるからね。3年やってたらその辺は読めるっしょ。最新報告こんばんは。うん。アクシデント起こすことによって知ってもらうってのも一つの手。あ、それね、昨日のんたんと帰りの車の中で話してて、二人で2時間ぐらい車で配信論語ってたんだけど、やっぱほら、彼女はすごい配信の歴史長く知ってるから、すごい面白いんだよ。で、彼女が言ってたのが的確で、ニコ生で昔ルールがなかった頃、配信っていうものができて、ルール自体がなかった頃って何でもありだったんだよ。じゃあ、番基準っていうものが存在しないから。で、結局今の大手っていう、言われてる人たちは、そのルール無用のところで、規制がなかった頃、規制を作った人たちが大手になってるって言ってた。それはすごい的確だと思った。要は、桃襟だったりとか、緑さんであったりとか、石川のりゆきとか、エビゾーとか、いろんな生の人いるじゃん。大手って言われる。ニコ生時代に。まあ、エビゾーさんはそうじゃないかもしれないけど、その人たちがルールを作っていったんだよ。何にもルールがないところで。要は、これをやったらダメっていうギリギリのところを体でやってきたわけじゃん。まあ、ちゃんまんにしても。だからあの時代は美味しかったよねっていう。あそこは何でもありだから。うん。やったらウケるわけだ。で、バンになっても痛くも痒くもないんだよ。一週間後そのまま全部リターンが返ってくるから。うん。ワドちゃんが腐ったブロッコリー見つけた時は地味に面白かったよ。あれ本当にミイラだったからね。腐ってるんじゃないんだよ。腐ってるブロッコリー、パックに入ってたのは密閉されたら腐ってたの。液がダラダラ。要は密閉されてるから水分が滴って溜まるんだよ。だけど、横に段ボールのふっさふさなんか、カリフ、なんつうんだろうな、ドライフラワーみたいなブロッコリー見つけて、そう、バンになる、バンになるって言って見せらんなかったから、あれ爆笑したよ。俺初めて見たよ。ブロッコリーがさ、ドライフラワーみたいになってんだよ。パッサパサで。何を作ってんだと思ったもん。そう、発骨したブロッコリーが出てきたんだよ。あれ笑うよね。和道は、語れる時も叩かれる時もいろいろあるから好きだわ。まあ、結構、なんか、多面性がある放送だよね、ここは。
なんか、いろんな展開があるよね。これはまあ、まあ、そういう、それはね、さすがにね、なんだろう。それはね、なんだろうね。わかんないけど、それはもう持って生まれたもんだと思うよ。うん。何にも起こらないやつもいるし、なんか、なんだかんだ起こるやつっているじゃん。ゆいがさんとかそうだ。トラブルを引き寄せるっていうか。うん、トラブル起こしやすい性格なんだろうね。まあ、俺は語りでやっていきたいっていうのあるよね。やっぱ、その、語りがメインだと思ってるから。喋りで食っていきたいと思ってるから。極端な話を俺、食っていければ、喋りで食っていけるなら配信じゃなくてもいいんだよ。例えば、バーがあって、で、喋るだけでお金がもらえる職業みたいな。だから隣にカウンター座って喋ってお小遣いがもらえるっていうのあったらやってると思うもん。それを職業にできるなら。舞台でもいいし。ストーリーテイラーっていう職業がアメリカにあって、本を朗読するかのように自分の体験とか取材とかをただ舞台の前で語るっていう職業があるの、アメリカには。コメディアンの一種なんだけど、笑いに特化してるわけじゃなくて、泣き系の人もいれば、笑い系の人もいれば、とにかく物語を語るの。で、お酒とかレストランとかでっていう。自分にない知識を知れるのは嬉しいです。パイセンはね、トラブルがやってくるからね。でも、ノンタン言ってたよ。パイセンは統合失調症なだけだよ、って言ってた。あれはね、もう閲覧が欲しくてね、ガラスを自分で割ってるのにね、ガラスが割れたって騒いでね、もう病気なんだよって。本人も自分でやってるの気づいてない病気だよ、あれって言ってた。もうね、疑心暗鬼になって、自分がやってるのか、リスナーがやってるのか分かんなくなっちゃってんだよって。あれ病気だよって言ってた。あそこまで行くと本物だよ、つって。映画さん面白いよね。まあ、その読みは正しいよね。おそらく。まあ、面白ければ何でもいいんだよ。原則として、俺は人を傷つけないで、面白いんだったら何でもありだと思う。人を傷つけるのはダメ。はい、ともつさんいらっしゃい。ノンタンでワードを聞くたび、震えが止まらないので寝ます。ノンタンってあれだよ、望みじゃないよ。俺の彼女のことだからね。鮫島のぞみのことじゃないかんね、のんちゃんって。前は和道、呼び捨てとか和道さん、他人行儀で呼んでたけど、和道ちゃんとか和道さんとか、和美ちゃん。和美ちゃんは泣くねえか。いや、和道ちゃんっていう人多いよ。ワドちゃんが多い。レッツファイブさんワドツ。ワドちゃんは結構いいんじゃん。なんでもいいよ。ワドでも、ワドさんでも、なんでもいい。そこになんか愛があればいいと思ってて。例えばさ、さん付けが嫌な関係もあるじゃん。その、距離が近くて何回も会ったことあって、さん付けされる冷たく感じるとかさ。はい、たくみさんいらっしゃい。例えば明らかに年上なのに、その、何々って呼ばれたら気分悪いとか。ワドちゃんでも何でもいいよ、本当に。何でもいい。好きに呼んでいい。でも、まあ、親しみを込めてもらうのは嬉しいよね。俺はやっぱ、車虎次郎みたいになりたいかな。車虎次郎かっこよくない？ああいうなんか愛嬌のある人間になりたいね。愛嬌のある人間に。はい、ワド2、美穂さんいらっしゃい。車虎次郎かっこいいでしょ。ああいうよ、そんな感じしない？俺はなんか虎さんってなんでウケるんだろうってさ、毎回同じ話じゃん。女優が変わるだけで。だからやっぱみんなトラさんに憧れてる部分あるんだと思うよ。自由奔放で、不器用で、でも情に深くてっていう。ああいうのをヒッピーって言うんだよな。のんちゃんからは何て呼ばれてるんですか？彼女からは、和道さんって呼ばれてるね。和道さんだね、今でも。
ていうか俺のことはあんまり呼ばないんだよ名前、うん、顔も見ないよ未だに俺のこと顔目合わせらんないなんでかって俺がかっこよすぎるから俺のことが本当に好きなの世界で一番かっこいいの俺のことだと思ってんのだから俺と目合わせらんないの未だに、うん、いやいや笑い事じゃないから世界で一番かっこいいんだうんもう本当だよだからずっと和道さんじゃないのかなのんたんが和道って呼ぶようになったらもうそれはお別れするときでしょ関係が破綻してるから要はかっこよくない男になってるんだから、うん、すごい幸せだね、うん、タメ語だよもちろんタメ語だけど俺のことはやっぱ和道さんって呼ぶよ必ず、うん、なんか呼ぶ機会があったらよく観察してるとわかると思うよ和道さんはねえって言うから俺にも和道さんって言うよな彼女にとっては俺は島津高光じゃないんだよもう和道なんだよ俺もでも島津高光として生きてないからねほとんど俺だから名前聞かれたらやっぱ和道って答えるもんプライベートでもすごくないみんなにわかんない感覚だと思うよ俺はもう和道でやってくって腹くくったのよ。和道ってブランドと和道って名前を上げることにしか興味がないから。俺は和道だって自己暗示をかけてんの。I am 和道って。うん。俺世界の和道だからって。だから、それがだんだん染みてきたよね。うん。島津っていう名前とか、高光っていう名前じゃなくて、和道ですって。うん。職業は何って、インターネットタレントです。うん。自覚は出てきましたね。っていうのも、始末っていう名前を知ってる人よりも、和道っていう名前の方が、知ってる人が多いのよ、世界に。うん。そう。だから和道の人格の方が色濃いんだよ、すごく。うん、かっこいいっていうか、かっこいいっていうか、多分そうだと思うよ、みんな。矢沢永吉が本名なんか偽名なんかわかんないけど矢沢だと思うよ矢沢は いついかなる時もうん。だから彼女にとっても俺にとっても和道は和道で、うん、島津高光はもうね4年前に捨てた名前だからねトラさんは監督の山田洋次さんが落語大好きだから散々男はつらいシリーズに落語のネタぶっ込んでくるへえ。トラさん見た後に落語聞くとわかる山田洋次落語好きすぎってへえ。落語ってハマるって言うよね落語一回見に行きたいななんかそういうの一回もないな歌舞伎とかさ落語とかなんかそういう何日本の芸能ってやつ本当の伝統ある芸能みたいな伝統芸能か伝統芸能は見たことないなオーケストラもないから一回行ってみたいんだよねフィルハーモニーオーケストラ楽団みたいなの行ってみたくないなんかそういうところにしれっとデートで連れて行ける男になりたくないのんたんっつって今日出かけようって言ってこうどこ行くのっつったいやいいからっつったらどこここっつったああのんたんここはねフィルハーモニーオーケストラ楽団だよ。おいで。って言いたい。うん。しれっと行きたいよね。わかる。わかるでしょ。なんか超できる男感が出るじゃん。のんたんも。ワトさん、フィルハーモニーオーケストラ楽団に行くの？そうだよ、のんたん。今から、
フィルハーモニーオーケストラ楽団の演奏を聴くんだよ。すごいいいよね、うん、超かっこいいよね。ワトさんすごいってなるでしょ。飲んだもん、一度は言いたいでしょ。フィルハーモニーオーケストラ楽団って、できる男感がすごいよ。いや、年末どうしてたんですか。ああ、何々さんはどうしてたんですか。いや、温泉行ってたんですよ。私、ディズニーランド行ってたの。あ、そうなんだ。僕はですね、フィルハーモニーオーケストラ楽団で、第3章、構想曲の2番を聴いてきましたよって言ったよね。ワドちゃんも落語家みたいなもんだよ。雑談で食ってるあるんだから、ぜひ新宿末広亭に行って、近いんだから、あ、行ってみようかな一回。落語と、落語っていうか、俺実はそのお笑いとかをすごい分析とか研究とかしてて、お笑い芸人さんとかラジオをよく聞くんだよ。ラジオをよく聞くんだけど、まず芸人にはランクがあるの。まず、まず一番レベルの低いのってあるある芸人って言われるジャンルの、あるあるネタって言われてるジャンルなんだけど、あるあるネタっていうのはあるある探検隊とか、要は見てる人があるあるっていう、その身近なもの、例えばてんててんてんててんててんてんとか、右から左へやってきたとか、要はいろんなジャンルがあるんだけど、お客さんに共感してもらう笑いっていうのがあるのね。要は日常にあるもの、だから間違いないとか、あれって実は構成としてはすごい楽なの。要は時事ネタを入れていって入れ替えていくだけだから。だから俺はあるある芸人で一発ブレイクしても先はないって言ってんの。だからあるある芸で一発、要はそのなんつうの、踊り系とかもあるけど、あっちゃんかっこいいとかもあったじゃん。ああいうブレイクの仕方をしても俺はすごいと思わない。今で言うとさ、なんだ、アッポーペンみたいなジャンルだよね。で、次に難しいっていうのが、やっぱモノマネなんだよ。モノマネっていうのは芸になってるの。要は、そのトレーニングをしないとやっぱできないんだよ、声帯とかを。だから、あるある芸の後、モノマネ芸なのね。そう。で、次に難しいのが、俺はコントだと思ってるの。コント。コントってフリージャンルなんだけど、構成とか脚本の技術が必要になってくるの。だから決められたルーティンをやるんだけど、間であったりとか、コントってやっぱそう、こっち側固定されたコンテンツじゃん。だからぶっちゃけた話、どこでやっても同じコンテンツ出せばいいだけだから、飽きるのも早いのよ。だからコントの場合は、やっぱり劇になってるから、テクニックが必要になってくる。だからレベル、こっから俺は芸人だと思ってんの。コントができるようになったから。で、今度もっと難しいのが漫才。次に漫才なんですよ、コントの後。なんでかっていうと、コントっていうのは自由度が広い。要は衣装を変えたりとかできるけど、漫才っていうのはその5分とか10分の間、べしゃりだけでやっていかないといけないでしょ。で、もうコント、雑談で笑いが取れるよ、コントと、雑談でできるようになったら、俺は一発の芸人、本物の芸人、プロのトップの芸人だと思ってんの。こっからしたらもう正直相手にしてないっていうか、別にリスペクトがない、俺は正直。誰でもできる芸だと思ってる。要は高校生とか女子供が救う笑いだよ。で、その上っていうのが次は、フリートークなんだよ。これがまあ難しい。俺がやってんのこれだから。うなちゃんマンもやってんのこれなの。フリートークは難しいよ。もうだって、お題もなくて舞台にはい上がってっつって、今92名のお客さんとどめてんだよ。やれる？できないでしょ。これ実はめちゃめちゃ難しいのよ。例えばみんなに、はい、今から、はい、配信回りますって言うと、ポーンって出されて、え、ってなるじゃん。何にも考えないで、はい、2時間とか5時間、今1時間喋ってんだけど、750人俺の部屋、舞台に上がってきて、95人が残ってて、で、他の人は帰ったっていう構成じゃん。これ全くノーテーマでやってんのよ。だから俺フリートークがすごいっていうのはここなの。俺フリートークで勝負したいっていうのはここなんだよ。ここね。で、今度すごいのは司会業なんだよ。これがコラボの上手いやつ。これが石川のりゆきとか、島田紳助とか、要は、まっちゃんとか、さんまさんとか、小坂井とか、タモリさんとかがやってたレベル。これは難しいよ。だって、面白くないやつが来た時に面白くしないといけないんだよ。フリートークだったらいいじゃん。だって、自分が自信あってさ、客がいて、面白いってなったら成立するんだもん。フリートーク自体でもいいんだけど、これ難しいよ。
例えばさ、自分に喋りに自信ついてきたお客さんがついてきたのにさ、全く面白いや、な、やくないやつ、5人が来ました。こいつら使って面白いことやれってことだよ。しかも即興でだよ。そう。俺はこういう風に組んでるの。で、落語とかをなんで芸人から外してるかっていうと、実はコントのやつを伝統化したのが落語とかだと思ってんの、俺は。コントの中で100年間面白いって言われたものとか、もう鉄板だっていうもうノウハウがあるわけだ。喋りの蓄積。これを継承していこうっていうのが俺は落語だと思ってんの。だから、こっちが新しいものを作らないといけないんだ。だけど、こっち側の難しいっていうことっていうのは、今まで先輩たちが面白かったものをより面白くしたりとか、個性を出さないといけないのよ。ある程度テンプレが決まってる中で、99% のテンプレが決まってて、1% で勝負しないといけないの。だからこっちはもう、ネタはもう完璧なんだよ。絶対笑えるネタで、お前これで笑い取れなかったらアウトだよっていう世界だから、修行が必要な世界だと思ってる、俺は。うん。少なくともワドちゃんは俺たちリスナー一般すごいわけだから、どんどん磨いてほしい。俺はだからそう、俺はこだわってんのは特にそう、フリートークっていうのはじゃあ何なのかっていうことにすごいこだわってるんだよ。俺は司会じゃなくてプレイ、司会っていうのはやっぱ監督みたいなもんだと思ってて、俺は現場のプレイヤーでやっていきたいの。やっぱりこの和道の異常のゼミナールっていう番組を大事にしていきたいわけよ。で、ここのファンを大事にしていきたいの。で、その時に考えたら、一番いい方法があるの。もう無敵の方法があるの。これは、フリートークでやってくんだったら、面白い人間になるしかないっていうのが俺の考え方。簡単に言うと、面白い喋り方をするんじゃなくて、面白いネタを即興で考えられるんじゃなくて、面白い生き方をしてたら、常に面白い話しか出てこないんだよ。でしょ？だから俺はただ単に面白い生き方を極める人。だから風天の虎になりたいの。それが突き詰まるところ、俺が3年間やってきた答えなの。キャラクターが配信の答えなんだよ。喋りの上手さじゃないんだよ。金持ってるか持ってないかじゃないんだよ。イケメンかどうかじゃないんだよ。要はキャラクターなんだよ、もう。だから出川哲朗そこなんだよ。喋り下手でしょ。でもずーっと愛され続けてるのそこなんだよ。配信者たちは放送作家もなしにやってる。いや、だから、テレビとか行くとすごいんだよ。もう、打ち合わせ、たった1分の V 撮るのに、俺何時間かけた？ほんと、練習期間も含めた10日以上使ってるし、打ち合わせ回数で言ったら、3回打ち合わせ入ってるんだよ。LINE とかも。すごいよ。1分の V 作るために、10人ぐらいの大人が手こ入れしてくるんだよ。すごいよ。それは面白いよ、やっぱり。だから、でも、何がいいっていうのは、やっぱコストパフォーマンスがいいのと、フットワークが軽いんだよ。そう。まあ、テレビまだ放映されてないんだけど、多分1分しか使われないはずなんだよ。俺の予想だと。その1分に命かけてるからね。うん、新しいフォロワーさん紹介します。バタフライテールさん、ありがとうございます。うん、いや、そういうもんだと思うよ。うん。だから、俺らっていうのは、その、なんていうのかな。俺らの強みっていうのは、何かが起こった時に1分で枠開けるっていうのが強みだよね。はい、なんか起こった。はい、トラブル発生。これで終わりなんだよ。これが勝負なんだよ。情報の鮮度。うん、でしょ。これはさ、テレビ局とかやっぱできないんだよね。うん、インターネットメディア。だから最近、ニュース番組の、その、映像っていうのが YouTube からの引用がすごく多くなってるでしょ。事件が起こった時とか、素材に使われてるの。YouTube っていうのはそういうメディアなんだよ。うん、生放送で起こりました。それの動画を録画して、ストックしておきます。で、1日2日かけてテレビに上がるって。だから闇将軍の牛丼事件も実は10日かかってんだよ。あそこに行くまで。でしょ？はい、ワドツー、ついさんいらっしゃい。うん、そういうもんだと思うよ。少なくとも俺ら一般リスナーよりも上手いのは認めるよ。だから、海岸を続けてね、がっつり。俺は、だから勝負してんのはリスナーさんとか一般人じゃないのよ。それそうだよ。あのね、だから俺決めてんの。だから、のんちゃんとかも、不思議があることあるんだけど、俺ね、これって暴力に使えるっていうのがよくわかってるの。例えば、プロボクサーが3年、
全くボクシングやったことない素人が3年間本気でボクシング続けてプロになりました。 C 級ライセンスです。ボクサーの中では弱いかもしれません。一般人には弱えな弱えなって言われるかもしれません。で、同じ体格同じ体重の一般人と戦ったら絶対プロボクサー勝つから、絶対勝つ。素手同士だったら武器とか使わないで、でしょ。これがプロなんだよ。で、はっきり言って俺は喋りでずっと3年間やってきたわけよ。舞台だったら絶対一般人より喋れるわけ。つまり言葉の暴力で相手をなんて言うのかな、潰すことができるし、嫌な気持ちにもできるし、人格破綻をさせることができるわけじゃん。だからこれは使わないって決めてる。そう、プライベートであったりとか、そのいいことに使うのはいいよ。飲みの席とか宴会の時に盛り上げようとかはいいと思うんだけど、良くも悪くもそのなんつうの、言葉でさ相手のことを貶めることもできるわけだから、だしそれもできるし、それも使わないし、もっと言うなら晒し上げることもできるんだよ。例えば誰々っていう会社がこういうことやってましたっていうことを投下できるわけよ。明らかにこれは暴力なんだよ。だからそれは気をつけてるかな、使うべきタイミングっていうか。だからまず一般の人をなるべく晒さないようにするし、本人が出たいって言うんなら考えるけど、なるべくそのこっち側で無理に、そう無理やりアポも取らずやらないっていうのは やらないようにしてる。配信はすぐ流せるし、情報がすぐ手に入る。テレビより近い存在。近いか遠いか、近い遠い、っていうかテレビが負ける理屈がそこなんだよな。あの、一配信者がテレビ局には絶対勝てないんだけど、YouTube がテレビを超えてると思ってんの、俺は。確実に超えてるんだよ、YouTube は。で、それはなんで超えてるのかっていうと、無限に情報がストックされてるから、過去の番組とかも見れるようになってるのと、あと、視聴者数がやっぱ多すぎるのと、参加者が多すぎるんだよ。テレビの制作会社の働いてる人数よりも YouTuber の方が多いし、ね。あの、視聴者数も多いわけ。だから、なんつうの、簡単に言ったら携帯電話って俺よく言うんだけど、これって何がすごいかっていうと、全人類が、日本人全員がカメラを持ってるってすごいことなんだよ。俺、ノンタンとさっきも話したんだけど、プリクラって流行らなくなったのこれだよねって言ってんの。プリクラってなんで必要だったかっていうと、バカジョンカメラを買って1000円やって印刷してっていうフィルム1枚のコストって結構あったんだけど、スタジオも必要じゃん。写真を撮影する、ポージング決めたり、要は個室で やりたいわけじゃん。可愛い格好したいわけじゃん、着たいわけじゃん。だから個室をスタジオと、そのいいカメラの機材と編集技術と印刷技術っていうセットになったパッケージがプリクラだったんだよ。だから俺らの時代っていうのはプリクラばっかり撮ってて、プリクラ手帳っていうのを持ってたので、女の子とか男の子とかが名刺代わりに学校に行ったらプリクラ撮ってきたんだって言ったら、交換しようって言って女の子とか男の子とか友達とかみんな交換すんので、手帳にブワーって写真貼ったんだよ。それが今これなんだよ。もっとすごいんだよ。加工もできる、自分で加工もできるし、どこでも撮れるしっていう、カメラがもう常に持ってるっていうのはすごいことだよ。そう、すごいよね。プリクラ手帳懐かしいよね、俺らの世代は。国吉剛さん、こんばんは。楽しんでってください。ゆらさんワード2。ちゃんまゆワード2、こんばんは。そう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 。だからプリクラ手帳でもあるわけじゃん、これは。で、データとのやり取りがこうできるっていう。あ、デモっていうのがわかんないけど、俺は、ちゃんまんのが一番好きだから、ちゃんまんからきっかけで俺配信始めたから。デモっていうか、俺は否定してないよ。うん、ちゃんと人の話は聞こうね。俺もちゃんまん好きだから。で、俺ちゃんまんきっかけでこの世界入った人だから。でもっていう言葉がよくわかんない。俺ちゃんまんきっかけだよ。放送入ってきたの。あ、この人みたいな生き方したいなと思って放送始めたんだもん。だから、先月、配信で食えるようになってきたから、あの、佐野の歯茎の話、超面白いよね。なんか、のんたん、あの、うなちゃんまんと同じ歯磨き粉使ってるよ、高いやつ。なんか、ちゃんまんが、俺が使っ、おい、俺が使ってるよ、歯磨き粉はよ、ちげえから、ああ。いや、俺その放送見たことないからね。これ完全なイメージだからね。
バカだなお前よ。おい塩のよ高えやつだからよ。おいおう、いやいいぞお前、バカだなお前、歯が抜けてもよ、俺なんかよお前歯茎でお前食うんだから。おいだから歯磨き粉はいいやつ。あ、全然いいよ国吉、うん、それ使ってる、うん、ねえ、シャンマンに似てるでしょ、うん、だから俺がどれだけシャンマン好きか伝わったでしょ今。ワドちゃんはもっと隙を見せた方がいいって思っちゃったりする。あー、どう、よく言われるけど、いや違うんだよ、あのね、俺ね、なんだろうな、あのね、隙を見せるって見せてるつもりなんだけど、結構優秀なんだよ正直言うと。あのね、結構欠点ないんだよぶっちゃけ。だから俺が悔しいと思うのは、稲子とかゆいがさんとかすげえ悔しいの俺見ると。要はなんつうの、もう天然じゃん、天然がないの俺には。ほとんど賢いんだよ、普通なんだよ。その普通っていうのは俺からしたら無能なんだよ。俺配信者だから美味しくないんだよ普通って。だから俺が生き残っていくモデルっていうのは伊集院光とか、なんだろう、そういう系の人たちだと思ってんの。だからぶっちゃけた話言うと、大衆系じゃないけど超コアなリスナーをずーっと抱えてる。数は少ないんだけど、なんかすごいヘビーリスナーいるよねっていう。クロート受けしたいんだよね。特になんか配信者に受ける配信者になりたいっていうか、好きだらけっていうか、だから天然だよね、美味しいんだよね、ガチモンっていうか。バカプレゼントありがとう。衝撃受けるよね、うん、あれはかっこいい生き方だなと思って、かっこいい生き方だなと思ったよ、うん、優秀なのは今のコメント拾ってくれた、わかんないけど、うん、絶対そう思うよな、うん、よいしょ、ああはいはい、はい、リー風船10個ありがとう。うん、なんか、いや、かっこいいっつうか、いや、ドライヤーやっていいよ。なんつうならな。あのね、やっぱね、可愛いんだよ。なんだかんだ。かっこいいし可愛いんだよ。どっかで、うなちゃんマンみたいに憧れちゃうんだよ。嫌いだとかクズだとか叩くんだけど、いいなって。こういう風に、子供みたいに。あ、そうだね。お茶の水博士とかそういうポジションだろうね。うん。そうそうそう。要は、あの、なんつうんだろう。文化人になれない、コメディアンっているじゃん。あの、文化人になれないコメディアン。そう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 。要は、本当は地頭いいんだけど、学歴がなかったりとか、そう、勉強する場所間違えちゃって、こじらせた系だと思ってんの、俺自身は。わかるでしょ、なんとなく。水道橋博士とかめっちゃ頭いいんだよ。だけど、その、芸人としてもすごいんだけど、やっぱそのブレーキがかかるんだよね。芸人の人じゃないっていうか。ナポレオンヒルの信念知ってるよね。ああ、読んでないかな、俺は。うん。そう。だからね、やっぱね、そうじゃないと思ってる。うん。俺も。水道橋博士芸人としてもめっちゃ面白いんだよ。だけどやっぱコメンテーター向きなんだよね。だからそのポジションでいいかなと思ってるかな。うん。だから国民的で全員に好かれるわけじゃないけど、なんであの人いるのみたいな。マザーテレサの言葉も好き。あ、そうなんだ。アルバこんばんは。いらっしゃい。そう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 。なんか、こう、なんつうの。それよりもね、ちょっとひねくれた人とか、なんか中学、なんかちょっと混ぜてる中学2年生が、かっこいいっていうぐらいの、サブカル人間でいいや、みたいな。サブカルと、文化人になれなくてサブカルに寄っちゃった人みたいになりたいよ。うん。普通に間違えてさらっと訂正されて笑った。え？普通に間違えてさらっと訂正されて笑った。ごめん、何言ってるか全然わかんないわ。酔っ払ってんのか？いいよね。うん。日本語が全然わかんないな。
飲んだ水もらうよこれ、うん、あー間違えて打ってた、俺お茶の水博士って読んでたよ、あ水道橋博士だ、そうだ水道橋博士か、ごめんごめん、俺も気づいてなかったわ、うん、俺脳内変換してた、俺アスペルガーだから文字を勝手に自分でこう解釈する癖があるんだよ、俺和道さんの配信好きだな、話に魅力感じる、あーありがとう、すげえ嬉しいっすよ、励みになります、うん、だからなんか話の面白い人間になるよりも人間として面白くなった方がいいなっていうのはある、おやすみみほちゃん、 YouTube で知って初めて来ました、みーちゃんありがとうございます、楽しんでってください、和道です、よろしくお願いします、やっぱねこの番組はね生放送で見た方が面白いと思いますよ、あの多分録画を見てくれたんだと思うんですけど、生で会うとあ本当になんか何でも答えてくれるんだっていうのが体感でわかるし、やっぱ動画だと答えてくれないじゃないですか、コメントは書けるけど、だからやっぱね放送はね生で参加して暇な時にで一緒に番組作るっていう感覚、動画はテレビみたいなもんだから、あれは DVD のレンタルみたいなもんだからいつでも見れる、生はねその時しか見れないから、みーちゃん、彼女の髪切ってあげてるの見たよ。ああ、その彼女が今帰ってきたの。この彼女です。今お風呂、銭湯屋さん、銭湯行ってきて、お、サウナ入ってきた。ありがとうね、見てくれて。もしよかったら、フォローしてください。フォローボタンっていうのを押すと、フォローできるんで。YouTube もチャンネル登録よろしくお願いします。ね、嬉しいね。たくみさんのおかげだね。たくみさんっていうスタッフの人がいるんだけど、マネージャーがいるんだけど、マネージャーさんが全部この放送を録画して、YouTube に上げてきて、で、YouTube からお客さんが来てくれるんですよ。みーちゃんさんフォローありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。みーちゃんです。すげえ、やっぱ信念持ってるから。信念っていうか、俺はよく言うんだけど、日本人の夢って言葉はあんまり良くない言葉だと思ってて、夢って寝てる時に見る夢と同じ言葉でしょ？なんか叶わないものっていうか幻想みたいな使われ方をしてるけど、俺はアメリカで言われてるドリームっていうのは志が一番近いと思ってるの。アメリカンドリームとか、あの人たちって夢叶えるために戦争を仕掛けてたりとかね、インディアンを皆殺しにするぐらいのさ力を持ってるわけだから、うん、だから日本もそうだったんだよかつては、明治維新とか、うん、倒幕とかね。だから俺は夢とか信念とかっていうのは志っていう言葉が日本人に一番合ってるなって思うね。和道さんの配信ないとき寂しいなと思ってたけど YouTube 見ればいいんだ。そう、 YouTube も登録しといて全部の動画上がってるから。ゴンタさん初見です。はい、ゴンタさんよろしくお願いします。コメントありがとうございます。楽しんでてください。面白かったらフォローしてください。配信者として俺のリスナーとか絶対独占欲あっちに行ったとか知ったあるやん。あったね、俺も。誰でもあった。俺もあった。その辺はどう解消してる。本音解説者のワードさん、ね、俺もあった。悔しかった。やっぱり悔しかったんだけど、ある日気づいた。ある日気づいた。あのね、これね、わかるっていうのは2種類あるっていうことを覚えてほしいの。わかるって2種類あるんだよ。要は、情報とか正論、論的に、情報として理解できるっていうこと。今こうなってるの、情報社会だから。みんな何でも知ってるっていう感覚。でもそれは知ってるじゃないの。要は、俺の知ってるっていうのは、心の中に腑に落ちて、俺はこういう風な考え方をしてる。この時にスキッとする。これが俺の分かるとか知ってるなんだよ。さっきの話に繋がってくる。俺は宇宙があるとも分かんないし、北海道に行ってみないと北海道があるかどうか分からない。うん。だから俺は地球っていうものの体感がないと、地球に生まれてる。ただ、東京の新宿とか、千葉県の成田とかにはすごいやっぱ愛着もあるし、ここにこの場所があるっていう、なんつうんだろうな、思いがあるっていうか、そう。そこに人が生きてるっていう感覚がある。でもないんだよ、他の場所には。だから世界を旅したいの。旅するの。俺は地球に住んでるんだって。俺のフィールドなんだって。俺はここの舞台に立ってるんだっていう感覚を世界まで押し上げたいの。それが俺のわかるね。で、リスナーとかに、俺のリスナーっていうのはあったの。独占欲みたいなのあったの、正直。今はないけど。で、ある日言われたの。
なんて言われたかっていうと、リスナーっていうのは、ね、枠に来たら自分のリスナーなんだよって。わかる？ここに来たら俺の客なの。俺、珍味団ですって言われても俺の客なの。わかる？だって、俺の会場に来てるんだもん。俺、ライブハウスで言ったら、俺の演奏の番にそこに残ってくれた人は、誰々のファンでもあっても、今この瞬間は俺の客なんだから、お前は誰のリスナー、誰のリスナーっていうのを言うなと。うん、俺の枠に来たら、今、113人は俺のリスナーなの。誰のファンであっても。そこで次、俺のここへ会に来なかったら俺のリスナーじゃないだけなんだよっていう風に教えてもらったんだけど、わからなかったの。だけど、今はわかる。なんてかっていうと、リスナーをやってるから。要は、いろんな人がいて、いろんなところ見るんだよ、みんな。長くなったから分かったんだよね、だんだん。要は、みんなにも順番があるの。好きな順番が。でも、俺が今大切にしないといけないのは、今この瞬間を大切にすることしかできないのよ。初見でもいいの。どこのファンでもいいの。俺が頑張ったら、もしかしたら俺のこと好きになってもらえるかもしれないんだよ。俺ができることは、それに対して頑張って、好きになってねってアプローチするだけなんだよ。それしかできないじゃん。悲願でも何も生まないんだよ。リスナー取られたとかじゃないの。それは俺が頑張らなかったからなんだって。要は、人のせいにしてたっていうことに気づいたの。うん。全部自分のせいなの。頑張ってれば、リスナーさんは好きになってくれるし、応援してくれるし、ね。どん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 いい思いできるんだよ。それは、やったから。やらなかったら、未来、この先っていうのは、誰もいなくなるんだよ。それが分かったの。それを分かった時はいつかっていうと、4ヶ月前。5ヶ月前かな。4、5ヶ月前なんだけど、俺3日間閲覧ゼロだったの。3日間閲覧ゼロだったんだよ。考えられないでしょ。うん、いや、多分最近とか今日初めて見た人からしたら、ね、こんだけ喋れて、ね、ってなるでしょ。俺引退したの一回、実は。和道って名前を捨てて。で、全く別の名前でやってたの。閲覧ゼロよ。悔しくて。うん。でしょ？だから分かるの。リスナーさんの大事さが。だから、過疎の苦しみも言い訳も分かるの。この前、コッペっていう配信者に相談されたの。閲覧1とか2しかないやつで、大手になりたいんだけどどうしたらいいですかって言われたんだけど、俺は活入れたの。甘えてんじゃねえよって。それはそういう経験があるから。俺だって5ヶ月前閲覧ゼロだったんだよ。それでも頑張ってたらできるんだからお前にもできるよって言った時に全然話聞いてくんなくて、うん、はい、ワドツーみなちゃんいらっしゃい。いやいや、ひろゆきではないけど、ひろゆきでは全然ないよ、うん、だから俺のリスナーっていうか、俺はこの瞬間にいる全員が俺のこと嫌いな人も含めて俺のリスナーっていう、俺のリスナーっていうのは独占欲じゃない。俺を試してる審査員だと思ってるから、うん、それくらいピリピリしてるよ俺は。配信やるとき審査員と、こう、要は自分って、俺はだからこの配信っていうのは俺の作品なわけよ。アートだし表現だと思ってるの。俺はそのつもりでやってるの。そのつもり喋ってるの。そのつもり仕事だと思ってるから。だからこの今日起こる1時間半の作品とか2時間の作品っていうのを、良かったか悪かったかっていう判断っていうのは次来るかどうかなんだよ。フォローしてもらえるかどうかなんだよ。アイテムもらえるかどうかなんだよ、うん、それはもう結果に現れるの、うん、だから今を頑張る、これだけで。俺の放送を見てくれてない人は俺のリスナーじゃない。今この瞬間に見てる人はもう俺のリスナー、間違いなく今この瞬間だから、この瞬間は全力出す。探すの大変だったよね。 FC2 の時そこそこはいなかったっけ。 FC2 の時もまあ今どれくらいかな、アクティブ40ぐらいかな。アクティブ40ぐらいですね。自分も情報としてのインドは魅力なくて、実感だったり体感だったりしたいから、自分の足で行きたいから、すごくわかる。そう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 、そういうこと、そういうこと。要は、なんだろう、リンゴがうまいって言われてもさ、甘酸っぱいのか、どう香るのか、色味はどうなのか、食感はサクッとしてるのか、要は富士リンゴみたいにこう、サクッとして、軽い口当たりなのかとかって、情報量って膨大に言葉に出てくるけど、体感って一瞬なのにブワーってくるでしょ。これには勝てないんだよ。例えば AV、だから、AV 女優、例えばさ、お前経験人数何人なの？女何人抱いた？って言った時に、AV 女優の数、カウントしないでしょ。
AV 女優でオナニーした数って。あれってさ、要は視覚情報と音声情報だけじゃん。そこにはぬくもりもないし、匂いもないし、愛情もないんだよ。でしょ？風俗もカウントできないじゃん。そこには思いがないからの、体が、肉体としては。だから、思いであったりとか、情報であったりとか、体感っていうものを、すごくものすごく大事にしてる、俺は。人と人との触れ合い。だから今、この画面の向こう側に、117人の人間を相手にしてるんだっていう感覚があるの。117人に見られてるっていう臨場感があるの。だから、俺は、ぶっちゃけた話、こういう感じでやってるわけよ。わかる？こういう感じで、後ろから見ると配信者ってシュールだろ？こんなに熱く語ってるんだよ。こんなに熱く語ってんの。俺、こういう感じでやってんだからね、みんな。みんなにこうやって向かってメッセージ投げて、カメラはここにあるんだけど、すごいシュールだろ？部屋の中でこうやってやってんだよ。すごいだろ？なんかめちゃめちゃ頭おかしい人だろ。これ病気だぜ、旗から見たら。もう旗から見てごらん。旗から見てる絵がこれなんだよ。みんな見てる？だから、のんたんの見てる風景だと、何こいつ一人でパソコンに向かってガンガン喋ってるよ、みたいな。これって、臨場感がないとできないんだよ。こうやって思いを込めて伝えるとか、笑うとか、ね。こうなんだぜって世界旅行こうよとか言ってるわけよ。オーバーアクションだけど、すごい滑稽だろ？これができるかどうかなんだよ。これができないやつが結局プロになれないやつなの。そう。壮大な独り言なんだよ、これ。本当にそう。わかるでしょ、こうやって見ると。だから、作られた情報なの、配信も。リアリティがないの。だから、会いに来てっつってんの。生で見るとすごいから。生で見るとすごい声の迫力もあるし、声でかいからすごい。うん。シュールでしょ。うん。シュールでしょ。例えば、ワドちゃんリスナーって思った人が、ケンリスナー、自粛規制風だったらカチンとくる。コントロールできてるならガチでいない。コントロールできてるっていうか、俺の中で答えがあるんだよね、やっぱり。うん。その、誰リスナーとか、くだらないと思ってたよ。俺は今この瞬間に来てる人たちを大事にするっていうか、やっぱ和道いいなって。いや、和道の方が好きだわっていう勝負だと思ってるから。それは今、ここに今、ふわっちっていうサイトだけだったら109人いるの。で、おそらくニコ生に1000人ぐらい。ツイキャスには3000人ぐらい。おそらく5000人ぐらい。配信サイト全部で今リアルタイムで5000人の配信者が日本にいるんだよ。で、おそらく俺は5000人の中の100人に入ってるか入ってないかなの。そういう勝負なんだよ。この5000人がライバルなんだよ。和道の方を見たいって。人生は今この瞬間にしかないの。和道を見るっていうことは他の人見ないっていうこととイコールなんだよ。でしょ？和道を優先して見るっていうことは他の人を蹴ってるってことだから。この戦いはシビアですよ。シビアですよ。いいことっていうか、だからそれくらいの気持ちでやってるよっていう。だから部屋の中で、例えばさ、例えば普通のダメな配信者ね。いや、全然つらんねえな。人来ねえな。いや、なんかコメントちょうだいよ。あ、誰々さんいらっしゃい。誰来たの？誰？ちょ、コメント書いてよ。え、挨拶して。いなくなったわ。いや、全然人来ねえわって。こんなの面白い？見てて。こんなの相手にされるわけないじゃん。漏れ、今どっかのアクティブゼロとかの配信者見てみ、こんな感じだから。アクティブ1、2、3ぐらいの配信者全員こんな感じだから。で、大手になりたいですとか言ってんの。ふざけんな。やることやってからやれ。そんな大手になりたいとか甘く見んなよ。うん。ふざけんなって話は、俺が怒るのわかるでしょ。何が大手になりたいだって話なの。何が配信で飯食いたいですなんだよ。そんなのを言うのは、努力が当たり前だっていう。だから努力って言葉嫌いなのよ。努力って言葉が大嫌いなの、俺。うん。大嫌いの。そんな当たり前だから。プロを名乗るんだったら、ボクサーだったら、プロボクサー名乗るんだったら、練習してて当たり前なの。うん。そんな当たり前を、当たり前にできてない。当たり前、俺の感覚では当たり前なのに、当たり前のこともできてないのに、プロになりたいとか笑わせんなって感じなのよ。うん。そんな感じ。トークライブみたいなことはしないんですか？俺全然やるよ。うん。トークライブも月1回やるっていうのが、そのプロとしての仕事の中にやりたいっていうリストの中に入ってる。俺の志リストって言って、やりたいことっていうか、人生で俺がやるべきことっていうの150個書いてるんだけど、その中に月1回とかできれば毎週。俺さっき言ったけど、別に、その、さっきも全くその話してて、お店とかで、
あの、会場を用意するから、お客さんの酒のつまみにお前喋ってろって言われたらできるもん。やりますって言うもん。ギャラもう少なくても絶対やる。うん。絶対やる。ゴルツキさんいらっしゃい。うん。要は、例えばみんながバーとかで飲んでて、俺が、その、なんつうの。ずっとこんな感じで、いや、今日のお客さんあれですね、みたいな感じで。あ、どうも喋りでやらせていただきます。和道です。とか言って。いや、実はですね、とか言って。うん、全然できる。だから、俺はさっきも言ったけど、俺は喋りで食っていく人になりたいの。だから、そのために一番向いてるツールっていうのを選択として配信者を選んでるの。だから、喋りで食っていけるんだったら、別にそういうバーで語るとか何でもいいと思ってる。新しいフォロワーさん紹介します。レイさんフォローありがとう。確かに、エンドユーザーの時間は限られてることは事実。ライバルは配信会限定だけではないよね。時間の奪い合いのライバルは居酒屋、漫画、カラオケ、テレビたくさんある。ほんとほんと。だから、俺はいつも言ってるけど、配信者ができることっていうのは暇つぶしなんですよ。俺はみんなの人生変えることはできないの。みんなにできることは暇をつぶすことなんだよ。ただ、俺はこの暇つぶしっていう言葉を、すごく重く捉えてるからねっていう。暇つぶしのプロになりたいの。暇つぶしって何かっていうと、エンターテイメントって呼ばれてんの。わかる？みんなの五感を揺さぶらないといけないの。みんなの喜怒哀楽を引き出さないといけないんだよ。笑ったり、泣いたり、悲しんだり、喜んだり。だって、パソコンだよ。質感がないんだよ。その見てる向こう側に笑いを起こしたりとか感動させるというのはいかに難しいか。うん、でもこれは極めたらできるんじゃないかと思ってんの、うん。極めたらできるんじゃないかと思って。俺はこの可能性にかけてる。うん、暇を潰すの、そう。うん。本当に。無限にあるわけだから、エンターテインメントは。新しいフォロワーさん紹介します。マユニアさんフォローありがとう。本当に。和道スタイルいい。和道スタイルっていうのは、だから俺はいつも言ってるけど、あの、なんだろう、面白い人になりたいって言っていて、だから、俺がね、憧れてるスタイルっていうのは、ちょっと音楽消すけど、真面目に語りたいから。あの、昔、大人、面白い人いっぱいいたんだよ。面白くて怒ってくれる大人とか、だから遊んでくれる大人っていたんだよね。で、早く大人になりたいって思ったの。でもね、俺の直感なんだけど、最近の若い子って子供みたいでしょ。子供みたいだなって思うの。いつまでも大人になってないの。なんでかっていうと、大人が格好悪いから。仕事だりーとか。仕事で遊んでないんだよね。早く稼いでいい車乗りたいとか、バイク何々のおっちゃんみたいに高いギターでギター上手くなりたいとか、ないんだよ。かっこいい大人になろうって決めたの。あのおじさん喋ってるだけでお金稼いでるよ。俺も和道みたいになりたいって言わせたいの。早く大人になりたいって覚醒させたいの、子供たち。そういうかっこいい大人にならなきゃいけないんだよ。本当はそれを大人って言うんだよ。子供は寝てろって怒られるぐらいじゃダメ。楽しいことは大人たちでやるからって。お前らガキどもは寝てろって。それが俺の目指すところ。俺も和道みたいな生き方したいって。だからこれは配信論じゃないの。和道の生き方なの。和道の生き方。俺のライフスタイル。で、あくまでも配信じゃないんだよ。カメラで映ってるだけなの。テレビでも一緒なの。たくんおはよう。かっけえとかそういうことじゃないよ。本音かどうか伝わるじゃん。配信外はすべて情報収集、ネタ収集ですが、ネタを探しに行ってますか？ああ、教えてやるよ、答え。うん。ワンタロウ、教えてやるよ。うん。人生全部ネタだから。うん。配信者は人生全部ネタ。人生全部がネタなの。全部が。だから、俺はノンタに言ったよ。俺と付き合うんだったら俺のネタになる気あんのって、俺は人生全部ネタだからって。だから、はっきり言うよって。俺のネタにされるよって。
言われたくないことも言われるし、さらされたくないことも言われるよって、その覚悟あるって言ったら、ノンタンはなんて言ったかって言ったら、かっこいいって言ったの。それがノンタンの答え。うん、プライベートなんかないよ、うん、俺はだからさっきから言ってるけど、配信者じゃないの、俺は和道なの、うん、俺は和道なので、和道を表現するためのツールなの配信は、うん、俺っていう男が語ってるだけなの、うん、そう、わかる、俺、うん、だから俺、うん、プライベートのネタじゃないの、俺今プライベートなの、俺今プライベートなの。アホかよ。こんばんは、キットさん。最近の若いやつはエジプト時代も記録にあるらしいけど、良い意味での愚痴が悪い意味での愚痴かで先輩の価値観変わる。愚痴なんかないよ。うん、あの要はあの若い子供たちに、その最近の若いやつらがダメだっていうのは、お前らが作ったんだよって言ってんの俺は、うん、大人たちにバカって。若い世代見たらお前たちがどんな生き方してたかわかるわって。だって生まれた時子供はみんな平等だから。でしょ？うん。子供がダメだっつうのは自分がダメだっつってんのと一緒だよ。超かっこ悪いよって。俺はかっこいい子供たち作りてえから、かっこいいキッズたち作りてえから、和道キッズ作るためには和道がかっこよくないダメでしょっつってんの。今見てる和道キッズいっぱいいんのよ。はっきり言うよ。若手の、俺の配信者潜ってるけど、若手の配信者めちゃめちゃ多いから。潜って俺の配信研究してるやついっぱいいるから。隠れファンめちゃめちゃ多いから、配信者に、うん、俺言われるもん、俺ぶっちゃけ和道さんめちゃめちゃ好きなんですよって、うん、ただ評判が悪かったりとか、自分も配信者だからあんま言えないじゃん、いいよって黙っとけよっつって、うん、見せてやるから、うん、だから俺を目標にしてるとか、俺好きだよっていう人結構いる、うん、でも真似できないから、真似できない、俺のは真似できない、うん、なんでかっつったら俺だから、やり方じゃないんだよ、あり方の、これいつも言ってんの、やり方っていうのはテクニックの話だ、テクニックで勝負してないの、俺はどうあるのか、どう存在するのか、どう生きてくのか、どう今ここにいるのかしかこだわりがないの今生ものなのよ、どう存在するかしか考えてない、今しか考えてないから、今この瞬間楽しい思いすることしか考えてない、どう存在するかな、真似して、真似することできるよ、コピーはできるよ、コピーは全て劣化品なの、だから俺の真似しても無理だよって、俺を超えることはできないよ、それよりもお前がどう存在するのかなんだよっていう、そう、やり方じゃない、あり方、うん、そう、やり方気にしてないから俺、うん、うん、そうだよ、大人が本気で遊ぶと仕事になるんだよ、大人が本気で遊ぶと仕事になるの、うん、そう、当たり前じゃん、子供の遊びとは違うんだもん命かけて遊んでんだから、うん、だからね、子供の頃なんで時間がゆっくり感じたのかっていうと、なんで時間がね、遊んでる時間が短くてつまんない時間長く感じるか、命使ってるからなのよ、走ってる時思い出してよ、全力で走るのよ、鬼ごっこ、今考えてみて、鬼ごっこなんかやらないでしょね、ゲームなんて面白いのいっぱいあるじゃん、でも違うんだな、子供の頃っていうのは命を使って全力で追っかけるから、全力で逃げるから、体を使ったら楽しいよ、うん、本気でやるって楽しいんだよ、命を使ってやるって楽しいんだよ、だから寝るときバタって寝るんだよ、ご飯が美味しいんだよ、バタって寝て、うん、俺は命使って遊んでる、だから楽しい、のんたハートありがとう、だから毎日楽しそうな、うん、だから彼女もその彼女欲しいなとかそういうのない、お金欲しいなとかじゃないの、全部ドラゴンクエストのリアル主人公なの、モンスター狩りに行くし、次の冒険行くのよ、旅に出るんだよ、ついに新宿っていうフィールドダンジョンから出るんだよ、うん、面白いでしょ、そう考えると、でリスナーさんとかがこう仲間たちでさ、どのパーティーで行くみたいな、だから俺のパーティーになりたかったら、ね、3日間仕事空いたから、ちょっとワード、ちょっと旅同行していいか、つって、行こうよ、つって。隣の県まで送るわ、とか言って、助かるわ、つって、楽しいじゃん。それが、だからロールプレイングって人生のことだからね。ロールプレイングって人生でしょ。うん。だから俺はそういうもんだと思ってるよ。うん。そう。だから俺あんまゲームにはまんない。俺は、和道っていうゲームを楽しんでるから。
パーティーに加わりたい。加わりたいって言ってるうちはダメだよね。加わるか加わんないかだから。そう。加わりたいとかじゃないの。加わるか加わんないか決めるのは自分だから。加わっちゃえばいいんだよ。俺はいつも言ってるけど、来るものは拒まないから。そして去るものは追わないから。うん。そう。ただそれだけ。うん。加わるか加わんないか自分で決めればいいんだ。そう。考えてるのは人生の無駄なんだよ。そうそうそう。感じればいいんだよ。うん。そう。だから、のんたんに言うの。会いに来てくれてありがとねって。うん。のんたんが決めたの。俺の彼女になるって。うん。俺のそばにいたいって決めるのは彼女の。うん。だから、のんたんによく言うのよ。のんたんが泣くの、夜中。和道さんが旅に出たら一人になっちゃうよ。どうするのって。どうするのか決めんのはのんたんだよって。あ、そうかっていう。そう。そう。一人になっちゃうって決めつけてるだけなの。ついてくればいいんだ。うん。そう。とことんついてくればいいんだ。一緒にいればいいんだ。それが本当夫婦でしょ。でしょ。うん。でしょ。はい、ロータリーさんこんばんは。そう。別に縛りをつけてるのは自分の脳みそだから。俺には既成概念ないから。俺は、地球が俺の全部家だから。でしょ?地球に住んでんだよ、俺は。だからどこにいても同じ地球に住んでるぐらいの感覚しかないの。そう。で、俺の彼女だったら俺のずっとそばにいればいい。痛いだけいればいい。うん。とことん。俺は、そのお金の縛りとか時間の縛りとか、いろんな制約があるかもしんないけど、3年間かけてそれを取っ払ってきたから。そう。そういうくだらないお金がない悩みとか。時間がない悩みとか、何々しなければならないってあるじゃん。その全部嫌だったから取っ払ってきたの。何々したいこと、しなければならないよ。ゆっくりゆっくり削り落としてきたから。で、それに共感してくれた、支えてくれる大切な仲間たちが今のリスナーさんたちですよ。ワード買ったよ。俺の代わりにお前がやれと。買ったわ、つって。だからみんなの人生の、遊びの代行者だから。うん。そこから危険なこともあるけどね。危険なこともいっぱいあるけど。ここにいる全員が100人が俺のところ来てさ、一緒に住みてえわ、つってさ。和道と一緒に人生生きるって腹くくったわって言って、100人ここ全員住んでみ。村になるぜ。うん。それが1000人になってみ。町になるぜ。それが1万人になってみ。オウム真理教になるから。革命でも起こすっつって。国取るかっつって。もう日本ダメだなっつって。やっちまうか俺らねって。うん。危ない危ない。雨風しのげて、あ、真冬に暖かい部屋に寝てればいいです。つまんねえぞ。そんなの。うん。自由を手に入れた人。自由を手に入れたのかな、わかんないけどね。心の問題だと思ってるよ。心の問題だと思ってる俺は。うん、全部縛ってるのは自分の思い込み?特に俺の敵は当たり前って言葉だから。本当に当たり前なのかって。うん。だから俺は子供の頃よく母親とか父親になんで働くのって聞いてたのね。うん。なんで働くの?うん。和芸の刺激として、新宿、末広亭に行くのはありかと、山田洋次さんの虎三冠に近づけるのも、めんどくさかったら、四つ目の立川談志とか、落語上がってます。いや、あのね、落語を見ると、いや、なんか落語を見ればいいってわけ、落語は見たいと思ってるんだけど、俺はそうじゃなくて、あの、やっぱそれはラジオであったりとか、なんつうの、俺の、その、取材元みたいなのがあるんだよ、やっぱ。本とかもそうだし。で、その一環として見に行こうとは思ってるんだけど、それはね、やっぱ肌で感じたいんだよね。うん、空気を。要は、やっぱ、さっきも、ここの引きの画面でやったけど、あの、カメラとかテレビとか YouTube っていうのは、やっぱ劣化したものだから、空気感みたいなのはないじゃん。俺はその場所に行って、その目を見たいんだよ。
そう。だから落語じゃないんだよね。その空間を肌で感じたいんだよ。それで惚れなかったら、そいつの責任だよね。あ、落語っておつまんねえなって言ったら、その喋ってる落語家の責任。うん、俺新宿だよ。うん、和道配信下品さがなく、心がなんか豊かになる。下品か、わかんないけど。わかんないけど、その辺は。あんま意識してないけど。俺は心で全部、心だと思ってるから。結局、最後、IT がどんなに進んでも、結局心だけ残るだろうなと思ってんの。どんなに体を機械にしても、どんなに情報量が上がっても、どんなにお金が回っても、心には勝てないんだよ。うん、心は神様しか作れないんだよ。人間にしか作れないんだよ。だから風俗とかキャバクラとかホストとかこういう配信みたいなものって絶対残る産業だと思ってんの、うん、むしろこれがトップに稼げる産業になるっていう確信があるの。そう、どんなにすごいサイトができても結局人間が映ってるんだよ。可愛い女の子とか映ってるんだよ。そう、惚れる女が映るんだよ、うん、だから結局心のこもってるものっていうのは残ると思ってるから。うん、うん、そうだね、行ってみるよ。うん、あ、そうなんだ。うん、うん、そう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 。だってさ、俺は一番なんだろう、死ぬ間際のこと、例えばね、俺多分その言うことって多分人と価値観違うっていうのは、俺みんなにこれ覚えておいてもらいたいなと思うのが、死ぬ経験をしてるかどうかなんだよ。本当に死ぬような経験してる人ならわかるんだけど、お金って役に立たないんだよ。本当にあの世に持ってけないんだよ、お金って。うん、心しか持ってけないんだよね。っていうか心だけになるんだよ、最後死ぬ時って。だからそのいい人生だったかどうかってお金持ってけないじゃん。服も持ってけなければ、お気に入りのパソコンも持ってけなければ、何も持ってけないんだよ。そう、頭の中の今までのその、この世で体験した全部だけじゃん。だから、なんだろう、はちゃめちゃに面白かった人生にするしかないんだよね。最高に満足するしかないじゃん。いい人生だったって言いたくないし、の時。もう、悔いねえわって。ならない。だからそうしたいよね。やり残しがないようにやりたいこと全部やっていく作業だと思っていくけど、余生は話を聞くより実は人を見る場所なんで配信。あ、そうだよね。そうそうそう、結局人なんだよ。俺ね、よく言うの、エヴァンゲリオンが面白いんじゃないんだよって、庵野秀明が面白いんだよって、あのスタジオジブリが面白いんじゃないんだよ、宮崎駿が面白いんだよ。結局そうなんだよ。結局作品が面白いっていうのはにわかなんだよ。やっぱね、面白い作品作る人って人間が面白いの。ゴッホもそうでしょ、ピカソもそうでしょ、芸術家もそうでしょ。結局人間なんだよ、突き詰めたら。誰が作るのかなんだよ。絵がすごいかどうかじゃない。ピカソ見たらわかるじゃん、落書きだよあんなもんピカソの生き様がかっこいいからあの絵が価値があるんだよ。俺はそうだと思うよ。全部理由つけてるだけなの、わかんねえやつが。この絵はすごいとか言って。違うんだよ。かっこいいんだよ、ピカソが。バカプレゼントありがとう。そう。なんかかっこよくなりたい、ただ。それは人がかっこいいって言われたいじゃないの。俺がかっこいいって思うように、もう、ワードかっけえなーって。和道いいわって、和道でよかったわって言いたいの、俺だけが、そう、あり方だよ、本当にあり方。だから人の価値判断とかじゃないよ、やっぱり自分が自分として納得できるかな、そう、そういう世界だと思うけどな、だからそのなんだろうな、本当にだからなんかこういろんな人と出会いたいよね。ああ全然アイテム助かります、本当に、ありがとう、ありがとうの言葉の語源知ってる、ありがとうの言葉の語源知ってる人手挙げて、知らない人は手下げ、ありがとう知ってる人、語源を知ってる人、意味を知ってる人は手挙げね、語源っていうか、ありがとうアイテム知らない、
ありがとうっていうのをね、そうそうそう、どう見られるかっていうか、俺はどうやるかってことじゃなくて、どうあるかしか考えてないですね、本当に。やり方なんかクソくらいだと思ってね。泣いてもわめいてもいいんだよ。だから俺、昔の昭和のドラマ好きなんだよ。もうかっこ悪いじゃん、トラックのとこバーって言って、僕は死にませんって泣きながら、かっこ悪いじゃん、そう。あれはどうあるかなんだよ。存在をぶつけるから感動するんだよ。心が動くんだよ。ダサくてもいいんだよ。鼻水垂らしてもいいんだよ。貧乏でもいいんだよ。本気だったらかっこいいんだよ。本気でやれよ。うん、本気でやってる人間は最高だよ。ほんとね、ありがとうって、じゃあ今度別の質問するけど、ありがとうっていう風に漢字で書くとさ、あることが難しいって書くんだけど、反対語ってあるじゃん、言葉って。ありがとうの反対語知らない人ばっかりなんだよ。日本語だったら言葉には裏と表があって反対語があるはずなのに、ありがとうの反対語ってわかる人います？この中に。ありがとうの反対語みんな言えないんだよ。俺わかるよ。だからありがとうの意味を知ってんの。俺のありがとうはみんなと意味が違うから。社交辞令で言うありがとうじゃないから、俺は。俺はありがとうの意味知ってんの。日本人だから。日本人だったら覚えておいてほしい。think you でしょ？アメリカ人は。あなたのことを思ってるんでしょ？でしょ？知らないでしょ？みんな。ありがとう。不服じゃないんだよ。ヒントはあることが難しいって書くの。うん、これね、結構いい話だからね、覚えておいてほしいんだけど、みんな考えてみて。ありがとうの反対の言葉。ありがとうの反対の意味って何だろうって考えてみて。うん、そう。国語の先生こんなこと教えてくんないんだよね、バカだから。だから日本ダメになっちゃうんだよ。わかんない。みんな考えてみて。ちなみに考えるっていうことは人間だけができる最高の感じ。そう。何ありじゃないんですよ。あることが難しい。存在することが難しいっていう意味なの。そこに対しての言葉なの。あのね、ありがとうの反対の言葉って当たり前なんだよ。当たり前。あることが難しいって意味でしょ。要はありがとうっていうのは日本人なんで言うかっていうと、あなたがいてくれてありがとうって。あなたみたいな人がいるってことは奇跡ですよって意味合いなの。その人が当たり前だって感じたら感謝しなくなるでしょ。ありがとうって言わなくなるでしょ。ああ、親、おい、飯は。なんでこんなまずい飯なのって。普通に飯出てくるの当たり前だろって。まだ遅えのかよって。なんで帰ってきて飯ねえのかよ。これ当たり前だと思ってるから。でしょ、小遣いくれよって。なんで今月小遣いねえんだよって。不服言うでしょ。これは当たり前だと思ってるから。世の中に、言っとくけど、世の中に当たり前のものなんか存在しないから。これ捉え方なの。心の問題なの。この、水も作ってるの。コップも誰かが作ってんの。ね、スマートフォン1台作るのに、ガラス作る人、ボタン作る人、設計する人、デザインする人、ソフトウェア開発する人、多分これ1万人以上の人間関わってるよ。販売員、ショップ店員。この服だって、ね、どっかからね、その研究してこの素材を取ってたのか、先人たちが糸を作るまでどう開発していったのか、この色に染める塗料を作ってる人、縫う機械を作ってる人、すごい膨大な人間が関わってんの。当たり前じゃないのよ。そう。そこに感謝が生まれるから、ありがとうなの。そう。当たり前じゃないよって。そう。俺はアイテムもらうことが当たり前だと思ってねえからよって意味よ。そう。アイテムもらうっていうのは、ありがとうっていうのは、アイテムもらえるっていうのはすごくあること、アイテムがもらえるっていうことは難しいことだよって意味なの。だからありがとうなの。嬉しいよって。ありがとう、しんいち。そう。これを教えないんだよ。親がこれを教えられなくなってんだよ。大人が教えられなくなってんの。当たり前だから。当たり前だろって。当たり前だろって。バカでしょ。そう。だから、尊くない仕事なんかないんだよ。尊くない仕事なんかない。アイテムありがとう。のんたんが真面目に回答してて笑った。のんたんなんて言ったの？不服。でもね、間違いを言うことっていうのは大事なんだよ。日本人っていうのは、すごく日本人って実は恥の文化なの。一番日本人って、恥が一番嫌なことなの。
恥が一番ダメなことって教えられてんの。だから日本人ってなんで内向的なのかっていうと、恥をかけないの。失敗ができない国民なの。行動ができないの。だから。でもアメリカ人っていうのは失敗をバンバンしに行くの。正解を取るためには考えて体感して自分で思いついたことをバンバン言うの。だからとんでもないアイディアが無限に生まれてくるの、アメリカ人は。だから日本人勝てないんだよ。恥を捨てろ。どんどん間違え。そう。だからいいの、間違えて。恥をかかない人間っていうのはダサい人間だから。行動できないのと一緒。恥かいていいんだよ。間違えていいんだよ。間違えれば間違えるほど真実に近づくの。間違えたことは忘れないから。勉強なんてないっすよ、こうちゃんさん。とんでもないっすよ。思ってること言ってるだけっすよ。ほんでやめてください。あのね、俺は、その、見てる人が大先輩ばっかりだから、俺よりも深い人生生きてるのよ。俺はね、よく言うの。頑張ってない人間なんていないの。全員頑張ってるの。いろんな理由があるの。中には、そのもう、社会が嫌になっちゃって、ゴミみたいな、クズみたいで、裏切られて、信じられなくても働きたくないって。ああ、初コメありがとうございます。あと、さっきコメント、フォローありがとう。ね、もう信じられなくなってるの。でもその人引き上げたいの。働いてない人間をバカにするんじゃなくて、楽しいからこっち来いよってやりたいの。一緒に楽しもうぜって。うん。世界って広いぜって。死にたいとかいいからって。死にたいとかないからって。お前本当は生きたいんだよって。そう。そう。死にたいんじゃないんだよ。お前は生きたくないんだよって。そう。死にたいっていうやつに言いたいの。じゃあ今すぐ飛び降りるかって一緒に。怖えぞって。お前屋上の縁立ったことあるかって。俺立ったことあるからわかるよ。死のうと思ったから。のんたんがあそこ屋上に立ったじゃん。自殺配信やったじゃん。あの怖さわかるぜ、俺。リアリティあるから。うん。首切った時俺平気だったでしょ。なんだよ、つって生きてんのか、つって。すぐ迎えに行くから、つったでしょ。わかんの。痛みがわかるの。リアリティが。そう。死にたい人間なんかいないんだよ。怖えから。痛えから。うん。死にたくないから。人間は本能として死にたい人間なんかいないの。みんな生きたいの。みんな本気は生きたいの。そう。生きたいんだよ。ただ、生きるのが死ぬことよりも辛くなってるんだよ。生きてくのが辛いから死を選ぶの。くだらないからやめろって言ってんの。日本っていう国は年間30万人、じゃあ、年間3万人死んでるんだよ。年間3万人自ら命を落としてる。これは警察の発表。要は遺書があったりとか確定した人数だけ。行方不明者と、ね、不審死っていうのはカウントされてないの。だからおそらく言うと10万人ぐらい死んでるって言われてんのよ。まあ、少なく見積もって5年としよう。少なく見積もって5年とし、5万人としよう。年間死んでるの5万人ね、確定してるのが。少なく見積もって。5万人って言ったら10年間で50万人。この20年間で100万人死んでるんだよ。原発どころじゃねえぞ。広島どころじゃねえぞ。長崎広島どころじゃねえぞ。日本が一番病気抱えてんだから。この20年で自分で自ら死んだ人間100万人いんだぞ。俺と出会ってたら100万人の国家できてたぞ。メンヘラ国家。うん。俺といたら楽しいから死ぬなっつってんの。やろうっつって。そう。くだらねえから。金がないとかもういいから。つまらないとか生きる勇気がないとかいらないからっつって。いい女がいて、うまい酒飲んで、うまい飯食って、朝まで好きなやつと好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやろうっつって。そしたら楽しいから。それがいつか誰かの希望を与えるから。うん。それが仕事になるから。うん。ただそれだけなの。うん。死ななくていいの。うん。生活保護もあるから。死ななくていいの。うん。そのために高い税金払ってんだから。うん。恥なんかないから。受けろ受けろ。うん。働きたくないけどね、働かなくていいよ。俺が働きにさせてやるわ。うん。俺が配信でがっつり稼いで、俺も配信者になりてえって言わせるわ。うん。俺がキッズの時やりたかった。いいじゃん、別に。今で。うん。メンヘラ国家作るから。うん。やり方ばかり教えて、あり方を教えなかった弊害。そう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 。言葉で言ってもわかんないんだよ。言葉じゃなくて気持ちで伝えてないんだよ、多分。うん。そうね、ガキって繊細だから言葉を理解してないじゃん。要は語彙が少ないのよ。国語辞典が頭の中に入ってないの。だけど子供っていうのはじーって見るでしょ。聞き耳立てて本気で聞くんだよ。そいつが嘘ついてるかどうかを言葉わかんないからじーって見て、あ、目で見て嘘ついてるなこれって。子供の時わかんなかった、親が嘘ついてんの。俺わかったよ。心で聞いてたから、あ、こいつ嘘ついてんなって。
本気の人間は心で言うから。言葉なんかなくても俺伝わるもん。うん。うん。ただ、働く、生ポ受けてたらわかるから、あ、これ生きてるだけだな、つって。無駄だなって。働こうって。うん。働こう、頑張ろうって。俺だから今バイトやってるけど、超充実してっから。うん。働いてよかったなと思ってる、今のところで。今の会社すげえいいところ。うん。俺、旅から戻ってきたら、もう一回働かせてもらおうかなと思ってるぐらいだもん。旅に出て辞めるときに言おうと思って。超いい会社だよ。誰と出会うかだよ、やっぱり。回答に参加してくれたノンタへの感謝の言葉で表そう、ワドちゃん。いや、感謝してるよ、してるよ。いや、全員だよ、全員、それは。全員、全員。うん。彼女だからとかないから。うん、全員に感謝してるから。すべてのコメントに感謝してるから、俺は。うん。ありがたいよ。うん。アクティブゼロからよくここまで来たよ、本当に。だからよくさ、どうやったら稼げますかとかさ、どうやったら人が集まりますかって言うんだけど、そんなこと考えてんなら配信やめなって思う。バカありがとうございます。バカありがとう。そんなことだったら配信やめろって思う。稼ぎたいとか人集まらないとかだったらやめた方がいい。本当に。辛いだけだから。本当に才能がない。配信が好きだったら続けた方がいいけどね。人集めるために配信やってないもん、俺。今、ここにいる人間と向き合って会話してるだけだもん。それしかないじゃん。できること。ここにいる人たちと向き合ってんのよ。そう。そう、プレゼンテーションって言うんだけど、プレゼンスをアクションさせることをプレゼンテーションって言うのね。うん。プレゼンテーションの語源はプレゼントですとかいうバカなやついるけど、全然違うから。プレゼンテーションっていうのは、プレゼンス、存在って意味なんだけど、プレゼンスをアクション。要は、向こう側にいる存在を行動させることをプレゼンテーションっていうの。スティーブ・ジョブズっていうのは、プレゼンテーション天才って言われてんだけど、簡単。アップルを買わせるためだけに本気でやるの。だからプレゼンテーション天才の。彼の目的は一つなの。アップルの商品を今すぐ開拓させるため。プレゼンス、アクション。人が見て聞いた人がアップルを買いたくなるっていうことに特化してるの。そのための魔法の言葉を使えるの、彼は。魔法使いだから。今日は画期的な3つの革命を話そう、つって。知ってる？スティーブ・ジョブズのさ、プレゼンテーション見たことある？ iPhone の。震えるよ。超かっこいいよ。俺もう大好きだもん。もう超かっこいいの。見たことある人お手挙げて。見たことない人お手挙げ。彼女だからはありっしょ。俺が一リスナーだからな、押し付ける気はないよ。一リスナーじゃなくて、俺はいつも言ってるんだけど、ここの空間、この枠でやってる時っていうのは、俺は今を大切にしてんのよ。そう。で、彼女もリスナーなの。今は。コメント打ってる限りはリスナーなの。そう。それが嫌だったら、ここに来いっつってんの。俺は。でしょ？俺は今を、今、この配信っていうものに全力全身をかけてんのよ。そう。だから、ここに来ればってよく言うのよ。話しかけてるとき。だから、コメントで打てばいいわけだ。だから、ここに来るんだったら、俺はいつでもウェルカムだよって言ってるの。最高だよね。スティーブ・ジョブズの、そう、iPhone のプレゼンテーション、YouTube に残ってるから見てみよう。うん。いやいや、好感度とか別に狙ってるわけじゃなくて、だからいつも言うんだけど、人として正しいかどうかじゃん。うん。まあ、配信者が人を問うのはどうかと思うけど、うん、俺はあれは間違ってると思ったから、相手が。うん。だから別に好感度は気にしてないよ。うん。アイテムを投げさせたくなるプレゼンして、あ、そこにはコミットしてない、俺。うん。そこにはコミットしてない。そうじゃない。みんなに俺のこと好きになってって言うだけ。みんな俺のこと好きになって、かまってかまってっていう感じ。うん。俺のファンになってよって頑張ってる感じ。うん。俺のスポンサーにならないって。俺と一緒に人生楽しまないって。そう。仕事から帰ってきた時、俺の配信でストレス発散しないっていう感じ。
そう。また見てねっていう。そう。アイテムをもらおうじゃないの。なんつうんだろう。俺、その先輩から教わったんだけど、ギブアンドテイクはダメだよって言われてんの。うん。そうじゃなくて、与え続けたやつが本物だよって。テイクテイクテイクでいいんだよって。あ、違う違う違う。テイクテイクテイクはくれくれくれだ。ごめん、今のなしで。ギブギブギブ。ギブギブギブ。うん。で、本物っていうのは与えることしか考えてない。配る喜ぶしか考えてないんだって。ギブを徹底してやってると、超時間かかるんだけど、テイクはないかもしれないけど、リターンがあるんだよって教わったの。だから、ギブ&テイクとか言ってるビジネスマンは、小物って言ってたのよ。ギブギブギブ&リターン。とにかく与え続けろって。そうすると、本人から返ってくるんじゃなくて、全体からドワーって返ってくるんだって、大きいものが。与えた分だけ。与えた以上に。だから、いいんだって。アイテム欲しい欲しい欲しいじゃない。くれくれくれとか、テイクテイクテイクじゃないんだよ。俺の情報をギブギブギブだよ。もう与え続けたら、噂が噂を呼んで、みんながみんなが火種になって、大きなムーブメント起こるから、ここで。それでいいんだよ。その時になんかでっかいものが返ってくるんだと思う。だから俺がいつも言うのは、見てくれるのがまず一番の応援だよって。俺の放送に来てくれるだけで応援だよって。で、コメント打ってくれたら嬉しいよって。触れ合えるから。もっと身近になれるから。あったかいから。だからコメントがその上位概念。見に来てもらって、コメントしてもらって。で、そこで俺の人生買うかどうか決めろって言ってんの。俺の人生買うわって。お前のやりたいこと買うわって。お前の旅配信買ったわって。ワド行け、俺の金で飯食え。お前の体俺が作ってやるわっていう気概があったらアイテムくれって言ってんの。うん。そう。要はもうワドに乗っかるかんなって言った時にアイテムくれればそれでいいって。俺からくれとは言わない。そこに俺の作る体はみんなの金で作るからねって。俺の経験とみんなの体で。俺のファンだけでこの肉体作るから。ターンオーバーっていう、みんなアイテムありがとう。こんばんは。テイク、ギブギブギブね。テイクじゃないよ。うん。3年間で体って全部の細胞入れ替わるって言われてんの。ターンオーバーって言うんだけど。俺働いてるよ。うん。バイトだけど。アンダルシアさんいらっしゃい。うん。アゴヒゲは許可取ってる。うん。普通のコメントしただけでブロックされたのに説得力皆無。よくわかんないわ。うん。今コメント打ってない？ハートプレゼントありがとう。金杯はダメですね。リスナーに嘘ばかり。いや、俺誰がダメとかないよ、別に。あんまり他人に興味がない。誰々さんがどうとか誰々さんがどうってよく言われるけど、あ、俺、自分のこと配信者としてのカテゴリーじゃなくて、あくまで和道だから。なんか、みんなそれぞれあるんでしょうぐらい。わかんない、あんまり。みんなそれぞれあるでしょ。自分しか変えられないから。自分しか変えられないんだ。人のこと変えようとか人生の無駄だから。人の人生だから。あんまり関心がない。ライバルだからさ。先輩でもあるし。アイテムありがとう、みんな。だからさ、貧乏なやつもいればさ、金ないやつもいるじゃん。だからその、応援の仕方っていろいろあんだよ、本当に、うん。無関心が一番のね、あれだからね、関心持ってもらえて嬉しいよ、本当に。新しいフォロワーさん紹介します。お、久しぶりだね。進撃の富雄さんフォローありがとう。スタンス、ありがとうドラゴン、スタンスっていうかなんだろうね、なんだろうね、思ったことを言ってるだけだよ本当に、思ったことを言ってるだけ。ルミさんハートありがとう、サンキュー、心で感じたことを言葉に変換してるだけだから、別に言葉じゃなくてもいいんだよ。言葉が下手だったら絵を描けばいいじゃん。素晴らしい絵を描けばいいじゃん。人を感動させる。映画を作ればいいじゃん。舞台が立てないんだったらさ。録画でいいじゃん。音楽でもいいじゃん。言葉にできないんだったら音でもいいし。色でもいいじゃん。何でもいいんだよ。
自分が感じたその美しいものっていうのを何かに変換できればいいんだと思うよ。うん、自分を売る自分の価値イコールアイテムって感じですか？全然全然。自分を売るっていうか、なんだろう。俺はだから買って買ってっていうと営業マンだと思ってるの。それが売るっていう行為だけど、俺売るっていうのは浅ましい行為だと思ってるから、みんなに無料で配ってる感じ。だから、あのね、仏教の布施に近いね。お布施。本当のお布施ね。あの、要は、なんだろう。あー、感動したわー、みたいな。なんかできますみたいな。みかん持ってってください、みたいな。ありがとう、みたいな。わかる？なんとなく。ちょっと、お坊さん来た、みたいな。で、めっちゃ説法良かったわ、みたいな。なんかないかな、みたいな。あー、お菓子、みたいな。まあ、お金とか、なんでもいいから。そんな感じで、アイテムって。うん、売るのは浅ましいと思ってるから。とにかくなんか、うん、まあ、とにかくハッピーになろうみたいな感じだ、うん。自分の価値は商売人じゃないから、俺。商売ダサいと思ってるから、うん。僕もツイッターをフォローしてください。あ、それやめた方がいいよ。かっこ悪いよ。うん、あの、フォローバックしてくださいっていうほどかっこ悪いもんないよ、うん。関心がないからフォローをされてないのよ。フォローバックで俺付き合いする気ないよ。なんでかって言ったら俺本気であなたのことフォローする気ないから。俺がツイッターでフォローしてる人っていうのは本気で俺が人生でフォローする人だから。うん。で、この人のことフォローできないって人生的に非人間としてフォローできないと思ったらフォロー外すから。うん。だから付き合いする気ないです。面白いこと言ってて、俺がフォローされ、したくなるようなフォロー、ツイッターすればいいじゃん。ツイートすればいいじゃん。うん。そう。なんで、その付き合いでフォローバックされて嬉しいっていう感覚があるのかわかんない、うん。それってフォローされてないし、自分のファンじゃないじゃん。うん、ギブギブの戦士。ワード話が前から聞き心地いい。あ、ジュピターありがとう、うん。だってさ、俺が付き合いでフォローしてて嬉しい？本気でフォローしてなくて、監視君の人生にコミットする気なくて、ね、付き合いでフォローされても悲しくない？うん、それって心入ってないじゃん。でしょ？それよりも、監視君のツイートめっちゃ面白いわーって言って本当にファンになってくれた人作りなよ。でしょ？ツイッターってそもそもそういう機能だから、フォローってそういうことなんだよ。うん。だから今なんか気持ち悪いよね、ツイッター界隈。フォローバックしてないんですか？とか、フォローバックしてくださいみたいな。うん。いやいや、お前のツイートが面白くねえからだろっていう話じゃん。うん。俺別に喋らなくてもいいと思うよ。うん。表現が面白ければ何でもいいと思う。何でもいいと思うよ。うん。たまにいいねしてくれるし、返事はちゃんと返してくれるから満足です。見るのは見るよ、やっぱり。うん。見て、あ、この人と、やっぱね、会ったことない人をフォローする気はない。俺は正直。会ったことない人フォローするの何人かいるけど、関わりがあるから、年数があるから。うん。あ、全然いいよ。フォローしたかったらしてって感じ。うん、だから、そういう感覚なの、俺。別に、ネットの世界とリアル分けてないから、うん、好きにしていいよ。うん。そう。もうフォローしたかったらするから。うん。でしょ？そう思わない？みんなも。なんか気持ち悪くない？なんか。フォローバックって。うん。なんか数増やしゃいいってもんじゃないから。うん、そう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 。だから顔がいいもコンテンツだから。女性って敏感なんだよ。女性も男性もそう。女性は特に敏感。女性、芸人がなんでモテるかっていうと、ブサイクな芸人が美女と付き合ったりするんじゃん。女性ってすごい敏感で、楽しいなんだよ。お金を持ってるっていうのも楽しいな。好きなもの買ってくれるから。喋りが面白いのはもっと楽しいなんだよ。だから楽しいことにすごい敏感なの。幸せになるために敏感なの。その、幸せになる。そう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 。いや、監視君怒ってるわけじゃなくてディスってるわけじゃないのよ。うん。それでも、監視君にとってすごく重要なことだと思うよ。俺はっきり言うけど、ツイッターのツイートの文章めちゃめちゃ考えるから。写真一枚に時間かけるから。うん。世界に届けようって。ゆっくりゆっくり。だから俺誰もフォローしてないのに500人純粋にいるでしょ。少ないかもしれないけど、なんつうの、フォローバックをやってるのとは質が全然違うの。その500人っていうのは本気で俺のことを追っかけてくれる500人だから。だから、500人しかいなくても、ちゃんと見てくれてるから、リツイートとかが発生するから、この前10万人のアクセスあったの。1個のツイッターだけで1日で10万人見たのよ。リツイート、リツイートってバーって500リツイート言って。だから、本物になった方がいいよ。数が増えててって見え張ってるのダサいよ。
うん、俺ツイッター1万人いるんすよ。はぁって。はぁ本当に見てんの、うん、間違いない質問どうぞ。じゃがいもみたいな顔で無言だと、はっ倒したくなる。まあ、まあまあまあ、いいんじゃない。まあ、人を嫌いにさせるのもね、不快にさせるのも才能だからな。ああ、いや、僕のことじゃないんで、僕は答えられないですね、はい。僕は僕のことにしか興味がないし、それを僕に聞くっていう感覚がよくわかんなくて、うん。僕は僕のことしか興味がないし、答えられないですね。なんでかっていうと、本人じゃないから責任持てない。うん。だから、わかりませんが、俺の答えだね。俺は俺のことしか答えられないじゃん。うん。でしょ？俺、親のことも別にわかんないもん。うん。だから、彼女が爆走になんかをして、和道さんどう思いましたっていうのは答えられるの。だけど、彼女のその時の気持ちは俺彼女じゃないから答えられないよね。だから、俺に聞くっていうのがよくわかんないから。うん、おやすみ。うん。彼女さん今コメント欄にしかいないけど。うん、だからまあ彼女に聞けばいいんじゃない？それは、ツイッターで。うん。彼女に、が聞ける環境があるのになぜここで聞くのかがよくわかんないから。うん。彼女にリップ飛ばすか DM 送るかすればいいんじゃない？それで答えが返ってくるかどうかはわかんないけど。うん。なぜ俺に聞くのかがわかんないかな。俺は飲んだんじゃないからね。うん。だからそれを見てどう思ったのかっていうのは別に答えられるよ。うん。だからまあ俺に聞くっていうのは間違いでしょ。それは。俺彼女じゃないもん。うん。勝手にツイッターフォローしたら誰ってなるかと思って。おやすみ、ルミちゃん。アイテムありがとう。おやすみ。勝手にツイッターフォローしたら誰になるか。いや、わかんないけど。まあ、誰っていうかね、誰って言うんだったらツイッターなんてやるなよって話だから、俺は別にフォロー別に誰がしてもいいと思ってるけど、まあ人には人の考え方あるからな。うん、俺はね、ネットやるっていうことはフォロー、どんな人間からのフォローも受け付けるっていうことがね、世界に、ね、別にだって家の中でつぶやいてればいいんだもんね、思ったことは。ああ、金が欲しいとかさ、言えばいいわけだから。ね、ネット上でつぶやくっていうことはさ、誰かに見て欲しいってことだから、誰でもいいんじゃないよ。うん。山、まあ、いらっしゃい。赤いカバン使ってるよ。うん。おい、ワドツー、仕事サボるさんいらっしゃい。楽しんでって。彼女がびっくりされるかと思って。じゃあ、ツイッターフォローしなきゃいいんじゃん。なんだろうよくわかんねえな。だったらツイッターフォローしなきゃいいんじゃん。うん。なんだろう、シンプルでいいんじゃない、もっと。うん。シンプル、なんか難しいよ。あんま難しく考えるとやんじゃうよ。シンプルに行こうよ、シンプルに。辛口さん。うん。悩まなくていいでしょ。うん。ねえ、楽しいね。語るって楽しいよね、なんかね。だから俺よく言うんだけどさ、中学校とか小学校の帰り道仲間たちとさ、楽しかったじゃん、帰るの。コンビニとかでだべったりとかさ。そういう感じを取り戻したいよね。この枠はそういう感じにしたいよね。なんか好きな人とさ、ずーっとコンビニの前で缶コーヒー飲みながら寒いって言いながらだべってる感じ。うん、その感覚がいいよね。やっぱね、何をするのかじゃなくて誰と一緒にいるのかが一番大事だからね。うん、誰と過ごすかで人生変わるから。飽きないでずっと
話して、そう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 、気がついたら時間こんな時間経ってたっていうのが理想の生き方だよ。うん、それって命を使って一生懸命さ、こう生きたってことだから。うん、そういうさ、やっぱこう思いだよね。心が通った配信にしたいよね。うん、のんたん、バクソが路上で無許可で販売をしていたので映画館で射撃しました。大人になったらなかなかできてないなって気づいた。忘れちゃうんだろうね、大人って。頭がいいから理屈が得意になるから。だから理屈は楽しくないからね。うん、そう。だから大人になってもミッキーだーって、ミッキーだーって言ってる方が楽しいよ。ディズニーランド行った時にね、ミッキーがいるよ、魔法の国だーって言ってる大人になりたいよね。うん、なんかね、感情的になるのが日本人はダサいと思ってるんだけど、俺はパワフルに行きたいから。俺の目標は赤ちゃんになることだから。うん、わがままだけで生きてく。五感、体感だけで生きてく。思いっきり泣く、思いっきり笑う。超可愛い存在になりたいから。うん、ラブリー、ラブリー和道だから。ラブリー和道。そう、俺の目標は赤ちゃん。ギャーって泣いたら、みんなが注目してくれて、ご飯お腹空いたのって、うんちしちゃったのって、風邪ひいたのって、かわいいねって、うん。赤ちゃん最強だから。無敵だね。最強を超えて無敵だよ。敵がいない。赤ちゃんがいい。赤ちゃんになりたい。ディズニーに行くと一気に子供に戻る。どんなことよりも、ね。俺、父親と母親はディズニーランドの、最初の社員だからさ。あ、これ彼女だよ。うん。彼女だよ。うん。のんたん彼女。うん。子供に戻ることが最高にいい状態なんだろう。子供っつうかやっぱパワフルに生きたよね。全力でね。うん、そう。だから俺はお酒いらない。うん、お酒やめたの。子供、赤ちゃんはお酒吸わないから。お酒飲まないか。お酒飲まないから。超楽しいから。だから、まあ、赤ちゃんだけどタバコ吸うけどね、俺。悪だから。極悪だから。極悪赤ちゃん。じゃあ、あと、そうだな、15、13分で寝るか。明日仕事行ったらね、7連休。明日仕事行ったら7連休。あとね、風邪もね、咳まだちょっと残ってるけど、肺の痛みは取れたから、治ると思います。今日朝起きた時、やっと肺の痛みが取れて。痰もあんま出なくなってきたから。すげえな、7連休かよ。夢みてえだな。働いてない時、毎日が連休だったけどね。3年連休だったけどね。禁煙、あ、そうだね。酒、俺もね、酒やめてもね、禁煙する気はないね。うん、タバコなんで吸ってんのって言うけど、逆に言ったら俺からしたらタバコなんで吸わないのって感じだから。俺、愛煙家だから。タバコ愛してるから。風邪は万病のもとなんで、うん、気をつける。タバコね、やめる気ないんだよね。うん、好きなんだよ、タバコが。タバコで死んでも全然いいもん。うん、うん、体に気をつけてください。連携になると体が硬くる。そうだね。うん、でも楽しいよね、7連休。何やろっかな。まあずっと配信やってんだろうけどね。結局、うん、結局配信やってんだよ俺は。でもどうだろうね。27、28、29、30、31、あと5日間で10万いくかね。これ無理じゃない。
目標まであと10万ポイントだけど、これ難しいでしょ。ちょっと目標設定高すぎたかな。12月配信頻度少なかったしね、風でぶっ倒れたりとか。来月も頑張ろう。彼女と旅行とか、もうね、最近金使いすぎて金がねえんだわ。ほんと金欠。ねえ、でも旅行とか行きたいね。ほんと彼女と二人で。なんか彼女と楽しく過ごしたい。もう何やっても楽しいから。一緒にご飯食べてるだけでも感動できるから、俺ら。一緒に手繋いでるだけで幸せな気分になるんだよ。あと、いや、あと10万ポイントだね。目標金額25万で設定して。先月は目標金額が15万だったの。で、15万超えるかな、超えないかなと思ってたら、18万8000円いったんだよ。すげえと思って。18万いったか。よし。じゃあ25万やってみようと思って、ハードル上げたの、自分の中で。そう。やっぱさ、そう、先月、初月よりも稼がないとかっこ悪いじゃん。だから、今月は25万でちょっと大きめに10万プラスしてみたんだけど、まぁ、ちょっと厳しかったね。ちょっと厳しかった。まぁ、まぁまぁ、なんとかなるでしょ。でも超怖いぜ。旅に出てさ、急にさ、急にかそり始めたらウケるよね。どうするみたいな。これ死ぬんじゃねえのみたいな。それはそれで面白いからいいかもしんないけど。ね、生ポも卒業して仕事も辞めて、配信一本で食ってくって恐怖だよね。超怖えよ、ほんとに。だからその分楽しみはあると思ってるけど、やばいよね。知らない土地でさ、金がねえとかシャレになんねえよ、ほんとに。まあ、なんとかなるとは思ってるけど、死にはしないっしょ。それで死んだらでも本望でしょ。配信者として死ぬわけだから。北海道でホームレスやってるらしいよ、ワドって。っつって。なんか金なくなって、もうなんか放送もできないらしいよ、つって。超ウケるぞ。綱渡りだぜ。いや、スリルあるぜ。超怖えぞ。だもう、生活保護辞めるその手続きとか超怖いもん。仕事も辞めないといけないし。やっぱね、生活環境が変わるっていうのは、いくら稼いでも恐怖はあるよ。おい、ワド2。あと7分で終わるけど楽しんでってね、ゼリーさん。死亡フラグ、でもさ、でもかっこよくない？やり遂げたら。本音隠してるように見える？何が？何本音隠してるって。いや、怖いよ。めっちゃ怖いよ。めっちゃ怖いよ。本音を言うなら。死亡フラグでしょ。いや、でも本音言ったらマジで怖いよ。何本音隠してるって。例えば、クロレラン何引っかかったのか言って。俺アスペだから分かんないから。そういう、なんつうの。意味深なのとか苦手なの。ストレートに言って、バーンって。別に本音言うから。できるよ、和道さんなら。遠くから応援してる。できっかな？やるしかないよね。こんばんは、R1 さんいらっしゃい。アプリでユーザーに追跡が見れるように。ああ、そういうのあんだ。へえ。いや、でも、まあ、気楽にやるよ。気楽にやるよ。でも、配信でどこだって言うから、別にわかんないの。今、どこにいんのか。なんだろう、クロレラ。ホームレスで配信できなくなったらクソだよね。本音吐いてるよ、全然。本音。いや、だからリスナー増えるとかさ、増えないとかじゃないのよ、本当に。増える人は増えるよ。増えない人は増えない。本音だよ、本当に。ああ、道案内とか。あ、そういうのがあるんだ。全然本音よ。なんか、何も隠してないよ。何を隠してんの？隠してもしょうがなくない？俺 FC2 でチンコ出してるんだよ。みんなチンコ見てんだよ。もう怖いもんないから。
全部知ってるから。あ、パフェありがとう。パフェありがとうございます。いつも何かに怯えてませんか？怯えるっしょ。怖いもんは怖いもん。怖いよ。それはさ、本音だから言ってんのよ。逆に本音を言わないっていうのは怯えてるのにそれを怖くないっていうのが本音を言ってないってことは俺にとって。怯えてるよ。怖いよ。怖い怖い。うん。それが普通でしょ。逆に本音を言ってるんだよ。うん。怖いんだよ、本当に。怖いよ、普通に。あ、目覚めちゃった？うん。逆逆。その弱いところを見せるの。全部。うん、っていうのも、見え張ってもしょうがないから、そうじゃなくて、リアリティが大事だと思ってんのよ。うん。リアリティが。なんか、臨場感っていうかさ、なんつうの。生っていうか。ホームレス配信したら無敵になりそう。まあね、ホームレス3回やったことあるからな。うん。電源さえ確保できればできるからな。うん、怖いよ。うん、なんか、その、体感したことない恐怖。恐怖って何かっていうとさ、知らないことに怯えるの。だからお化けが怖いって、なんでかっていうと知らないからなんだよ。知ってたら怖くないんだよ。うん。見たら怖くないんだよ。あ、花火プレゼントありがとう。ありがとうございます。筋トレ行きます。よいしょ。ありがとう。腕ね、すごい太くなってきたよ。これこのまま行ったらムッキムキになるよ。ありがとうございます。レイさんありがとう。ありがとうございます。あ、ワドさん鍛えたい。っていうか旅の時何やろうかな。旅配信でアイテムもらったらスクワットかな。足ムッキムキになりそうだよね。ノンタン、ジーパンさ破れちゃったんだよ。お腹だけボヨンボヨン今。腕と太ももだけムッキムキだけど、お腹ボヨンボヨンだからね今。でもね、旅行ったら痩せるよ。前回の旅配信10キロぐらい痩せたもん。超痩せてたよ。おー、富雄元気？ワドにします。腕結構ね、昨日一昨日100回ぐらいやってきたからムチッとしてきたね。力こぶがちょっとうっすら見え始めるぐらい、腹筋はな、俺ね結構ね腹筋肉、腹は出てるけど腹筋肉はあるから腹筋結構永遠にできちゃうんだよね。旅は一人と、まあ参加した人いたら随時旅は道連れでなんか一緒に仲間たちが増えてくるんじゃないかな。俺も旅ちょっと同行していいとか。ノリだね。うん。ノリノリ。じゃあ、皆さんありがとうございました。最後にですね、今日フォローしてくれた新しい仲間たちを紹介してお別れしたいと思います。新しいフォロワーさん、進撃の富雄さん、マユニアさん、レイさん、ミーちゃんさん、バタフライテールさん、シオタンさん、フォローありがとうございます。おやすみなさい。また明日。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。